ダメ元で電話してみようか、鮫島さん。多分嫌われてると思うんだけどね。一応電話してみるよ、今。多分無理だと思うんだよな。ダメだね。やっぱり出てもらえないですね。ダメだよね、鮫島さんね。かかってきた。もしもあ、ごし。めん、ごめん。今、LINE のアップデート中だった。あ、申し訳ないです。ご無沙汰しますわ、どうです。すいません、なんか、いや、なんかイベントの話はいろいろ聞いてるよ。本当ですか。すいません、なんか、ただ、俺はいいと思うよ、イベントやるのは別にね。それは、本人のね、やりたいっていうことだから。だから、お前はイベント今やってるわけじゃん、旅企画。それをやらないで、他のイベントやるっていうのは違うと思うよ、俺は。それを終わらせてもないし、自分で中でなんかわけわかんない言い訳をして、ね、その中で完結してんのか知らんけど、見てる側は納得いかんし、で、当然それを応援した人間だっているわけだよ。旅企画を。それでなんかわけわかんない話をね、次に出して、ましてや結賀を出すなんて言語道断。当たり前だろ、あんなやつ出すなんて。普通に考えてみろ、結賀が来るなんていうイベントをね、誰が見たいの？誰が金払って見たいの？ね。愛子来ますって誰が金払って見たいの？ねえ。そんなんさ、別にさ、ねえ、誰がさ、愛子とか結賀のためにわざわざ出向くの？いちいち。いや、真面目にお前さ、はいはい言ったってさ、俺のことは欺けねえんだよ。全然お前の態度って俺は気に食わないし、ねえ、自すい分まのせ企画だって投げ出して、やらないで。で、じゃあ次の企画やりますねって。お前、それは舐めすぎだよ。ね、他の、じゃあ、お前の旅企画のために応援したリスナーは何人いたんだよ。何人の人間裏切ってんだよ、お前。なあ。それに、結賀を出す？何、結賀を出すって。何、あいつを出すの？あんなやつ出したら誰も来ねえよ。当たり前だろ、あんなやつを出すなんて。あいつは大手でも何でもないんだから、雑談でも何でもないんだから。もしもし。だまずお前は企画終わらせろ、旅企画。別に1万人じゃなくてもいいよ、自分で霧のいいとこ。例えば11月まで日にちがあんだったら、その間ずっと旅やで。別に旅先でも企画は考えられんだから。別に練習とかする必要ねえべ、トレーニングとか。まあそうですね。当たり前だろ、んなもその通りですね。ん。捨て頃とは違うんだから。そうですそんなね。もん甘えだぞ、お前。辛いからやんないなんて甘えだぞ。お前が言い出したんだから、自分で。なんで、だから結局こうなるんだよ。あ、じゃあどうせ11月のイベントもお前は投げ出すなってみんな思うんだよ。やりきってねえんだもん、お前は。やりきれないでもいいよ。でも途中までやって、あ、じゃああっちにシフトチェンジしましょうじゃなくて、お前はもうやらないっつってんだよ、自分の中で。じゃあもう結局、ね、寸前になったらやりませんっていう可能性が出るんだよ。そんなもんに誰が協力するんだよ。な、お前がもし俺に出てほしいっていうのは、俺は協力してあげたいよ。でも今のお前に対して協力して、ね、例えばじゃあお前が途中で手のひら返しましたと。そうなった時に、当然俺はある程度被害を受けるわけだよ。そうですね。俺はね、悪いけど、そんじょそこらの配信者とは違うレベルの配信者なんだよ。もちろん。悪いけど、天狗になってるでも何でもいいんだけど。いい。でも俺はワドが企画するってなったら、まあ力になれるんだったらなってもいいと思う。俺は協力してもらってるし、お前には。でもおそん前な自分分にのは。企画を投げ出したり、ね、ドレさんのことに対して口出したり、お前には関係ない話だし、そうですね。何の関係もないし、天狗になるな、お前は。だ、どうすんだよ、旅企画。旅そ企れに画。よっては俺は返事は変わる。旅は、このイベントをもう
巻き込んでしまっだている。そのイベントの後だろ。はい。そのもう雑談なんで、後考えてんだろ。はい。先のイベントどうすんだっつってんだよ。やります。お前が立てた企画。やりますじゃねえよ。旅にはトライしようとは思ってまいや、す。トライしようとじゃねえ。いつトライすんだよ。いつからいつまでやんだよ。11月の終わりぐらいにやんだろ。イベント企画してんだろ。はい、12月、じゃあそれ、11月の中旬まではできるよな。できます。はい。2ヶ月ぐらいできるよな。できます。2ヶ月ぐらいは。はい。余裕で。まあ10月の中旬ぐらいまでできたとして、はい。どうすんだよ。今ですね、そうですね、ペット飼ってるんですけど、文鳥の。誰かリスナーさんにお願いする人見つけて、その旅に。ノリコでいいだろ、別によ。そんなもんよ。猫と犬を飼っていて、知らねえよ、そんなもん。はい。大丈夫だよ、カゴの中入ってんだから。ちょっとのんちゃんが難しい状態なん難ですよ。しくねえよ、そんなもはい。ん。難しくねえべ。鳥だっを、たら餌あげに来てもらえばいいじゃねえか、あんなもん。1日1回とかよ。はい。2日に1回とかよ。はい。ねえ、掃除しに来てもらえば。はい。別にそんなもん、文鳥飼ってるから旅企画できません。お前、それ舐めすぎだぞ。はい。じゃあなんでお前、文鳥がいるのに旅企画を立てたんだよ、お前は。そうですそね。もそも。はい。甘いだよ、そんなもそうですね。はい。ん。だろ、そんなもはい。預けるなりなんなりしろよ。そんなもん。それは知ったこっちゃねえし、こっちは。そうですそね。んなこと。はい。だやるのかやんねえのかだよ、旅企画。やります。いつから、いつまで。ちゃんと。当たり前だろ、リスナーに対してそうやってお前は大きい口を叩いたんだから。はい。お前、それやりきるなり、それを途中までやって、はい。あ、じゃあこっちにシフト変えますならまだわかるよ、ベンちゃんみたいに。はい。自分でやるっつってんだから、自分で。はい。最後までやれよ。はい。辛いとか知らねえよな、もう自分が立ってたんだろ。はい、そうですね。はい。じゃあ、いつからやるんだよ。11月、この企画が終わったら、旅じゃあ、は終さ、わったらじゃねえ、終わるまで2ヶ月、3ヶ月ぐらいあるんだよ。ありますね。はい。3ヶ月何するんだよ、お前。何、3ヶ月何もしないの、お前は結局、旅企画。はい。3ヶ月もあるんだよ。1週間じゃねえんだよ。ではですね、箱を押さえて、抑えんの、なんかみんなもう旅先でも抑えられるんだろ。いや、見学と書類があるんですね、その提そんな出。時だけ帰ってくりゃいいだろ。はい。お前、何言ってんだよ。そんなもんに1ヶ月も2ヶ月もかかんのかよ。その日だけ来りゃいいだけの話だろ。な、みんなそうやってやってんだよ。ヒカルだってテルチャンピンだってなんか用があったら帰ってくるっていうスタンスを取ってんだよ。それ以外はみんな旅してんだよ。お前だけだよ、それ旅をやるとか言って、でかい口叩いて、みんなに期待させておいて、やっぱやりませんとか、自分でなんか知らんよ、自分の中で完結してんのか何だか、周りは納得してねえんだって、それを。そうですね。そこに対してそれができねえ人間に他の企画はできねえから。そうですね。当たり前だろ、そんなもん。自分が立てた企画できてねえのに、なんで次やろうとしてんの。俺はそれ納得いかないよ。当たり前だよ、そんなもん。じゃあ、はいじゃねえよ。どうすんだっつってんだよ。旅に出ながら、ブッキングとかの打ち合わせがあるときは帰ってくるっていう形で、だいつから旅に出んだよ。お前、どうせやんねえべ。だいつから出んだよ。明日から出れるんだよ。出ようと思ったなら、もう、文鳥なんか知らねえ。のり子に任せりゃいいんだよ、なもはい。う。なも知らねえ。いつもよ、イチャイチャやってんだろ、裏でよ、陰でよ、リスナー黙らかしてよ。なもんよ、知ったこっちゃねえんだよ、なもん。何、猫と犬がいるから無理？じゃあお前が来りゃいいじゃんって話じゃん。はい。だからそれだけだろ。はい。だからそれをやりきるなり、それを途中まである程度結果出すなりして、はい。やれよ。はい。で、お前が、じゃあ分かった、リアト企画、11月のその、イベントの日にちまで、300人来たら俺はタダで出てやる。もう賞金もいらない。リアトツ人数が、今何？今ですね、今出します。今現在が118名です。だったら300な。118名。300達成したら出ていい。俺はタダで出てやるよ。ノーギャラで。何もいらない。交通費もいらない。お前、スロットとかやってんじゃねえよ、お前よ。はい。てめえのスロット代じゃねえんだよ、おめえよ。みんなリスナーがくれてるもんはよ。はい、すいません。てめえ、何なんだ、てめえよ。何言って、おめえよ。はい。金集めてんだ、てめえよ。はい。てめえの推しな、何なんだよ。体張ることです。いや、旅団だろ、てめえの推しな。はい。旅行に連れてくんだろ、てめえ。なんで家でやってんだ、てめえよ。はい。おめえよ。えってと、めえがよ、は立っい。た企画でよ、なんでみんなをよ、巻き込むんだよ、おめえよ。はい。そんなもん知らねえよ、おめえ。何なんだよ。はい。
おめえは、はい、おめえがやりたいことってスロットか、いやいや、みんなやりたいことスロットなんかや、そうおめえの、はい、なあ、おめえの旅企画のために花見投げたやつのお金でおめえはスロット言ってんのか、はい、なあ、はい、そもそもね、はい、お前がね企画やね100万年早いんだよ、はい、な、俺とかヨッサンとか おいちゃん呼ぶ、はい、な、どの面下げてそんなこと言ってんだよ、はい、な、てめえの企画も終わらしてねえ人間が、はい、な、ベンチャーみたいなことやってんじゃねえよ、はい、な、はい、やりてんだったらやれよきっちりよ、はい、わかりました、うん、はい、そう思わねえか自分で思います、な、はい、明日から行けよ、はい、なもう明日からびっちり行けよ、はい、300人だ、そのギリギリまでお前に時間あるよ、別にその日まででもいいし、はい、その前に達成したら全然よ、帰ってきて、はい、300人、はい、300人達成するまで帰ってくんな、はい、わかりました、うん、で300人達成したら俺は出てやる、ただで、ありがとうございます、ノーギャラで、はい、絶対やんなら明日から、はい、お前あの覚えてんだぞ俺キャスバでお前あの後俺に暴言吐いたの、はい、お前生意気言ってんじゃねえぞお前マジで、はい、誰だと思ってんだよお前、すいません、お前と俺配信歴のキャリアが違えんだよ、知ってますな、はい、舐めた口聞いてんじゃねえぞお前、すいませんマジで、はい、お前あの後なんか変なリスナーと一緒になって俺をバカにしたよな、はい、お前はっきり覚えてるぞ俺、はい、なんか言わねえのかそれについて、すいません申し訳ないっす、ね、お前調子乗んなよお前、はい、うん、だから いいよ今からというのはあれだから明日の朝8時から出ろ、はい、明日の朝8時了解です、お前出なかったらもうマジでお前本当ただじゃおかないよ、わかりました、お前自分お前リスナー騙して花火集めたんだよ、はい、旅企画やるっつって、はい、うん、お前いくら使ったんだよスロットに、旅企画で集めた金、正直に言えよリスナーに、全部で50万ぐらいですかね、集まったのはいくらなんだよ、旅企画では一切お金集めてないです、花火とかの50万なんだよ、だからいくらをいくら使ったんだよ、いくら集まっていくら使ったんだよ、200万ぐらい集まって50万ぐらい使いました、で今150ってこと、残が、あ、違います、プラスです、プラス40ぐらいです、だパチンコで勝ってるってこと、はい、勝ったらいいの、いや、良くないです、良くないです、ね、はい、違う、お前何パチンコに行くから金くださいって言ったの、お前リスナーに、あ、それはあのパチンコに、でそれでお前ドレさんの女沙汰とか叩いたの、あ、お前さ、はい、ドレさんが女口説いてるとか関係ないだろお前に、はい、何も、はい、お前がさパチンコにさ金使ったらリスナーには大いに関係あるよな、はい、なあお前どっちが悪いんだよ、はい、やってることどっちが最低なんだよ、はい、ドレさんが女口説くなら自由だろ、はい、あの人結婚してるわけでもねえんだし、はい、なあ、はい、なあお前調子乗んなよお前マジで、はい、なあお前がパチンコ行きたいためにみんな金投げてんじゃねえんだよ、はい、お前詐欺だぞお前、そんなやつに、はい、ね、力貸してなんて言われる俺ね、はい、でも俺はお前のことにはお世話になった時もあるしだから、はい、協力はしたいけど今のお前にはできない、はい、ね、マジでゆいが呼ぶなあいつは、俺が行くんだったら当然殴り合いになるよ、なるに決まってんじゃん、はい、ゆいが NG だよ俺は、はい、うん、悪いけどあいつを呼ぶんだったら俺は出れない、はい、なんか揉め事になってほしくないでしょ、そうですね、それは絶対ダメですね、うん、捨て頃になっちゃうよ実際、はい、うん、はい、深夜長俺は祝電なんかしてないからね、うん、あのね憶測で話さないで、はい、うん、で深夜長ってお前こいつ雑談系じゃねえだろ、そうですね、 なんで雑談、はい、お前何したいんだよ、愛子が雑談系なの、あ、いや、でも、もう協力していただけるって二言変、協力していただけるじゃねえよ、お前は雑談のペラリンピックっていう企画やりたいんだろ、はい、そうです、はい、そしたら雑談のだリスナーが何を見たいかって分かんないの、分かります、うん、はい、でも僕としてはその新八町に、新八町だって愛子だってお前雑談じゃねえじゃん、はい、こうやって雑談じゃねえじゃん、はい、うん、だろ、はい、なんでこんなクズ呼ぶんだよ、ゆいがとか、あ、僕としては本当に出て、なんで俺に声かけねえんで一番最初に、あの怒ってらっしゃるかなと思って聞きます、怒ってるも何も関係ねえんだよお前、イベントのためにイベントって何なんだよ、はい、まあ成功させることです、なあ、便所太郎が頭下げずに捨て頃やったと思うのか、はい、いや思わないです、なあ、はい、どんな人間に対してもあいつはね頭を下げて頼んだぞ、はい、はい、そうですね、どんな関係でも、はい、
うん、お願いねって、はい、成功させたいからって、はい、お前何なんだよ、はい、怒ってると思うから俺に声かけなかった、はい、なんだよお前それ、すいません、お前イベントやる資格ねえんだよそんなの、すいません、恥かいてでも、はい、交渉しに来いよ、はい、遅かったです、すいません、なんで行き先に来ねえんだよ俺に、本当にすいません、はい、なんで愛子とか新八丁とかユイガなの、よりによってユイガなんだよ、誰もユイガなんか求めてねえんだよリスナーは、はい、うん、求めてないの、はい、うん、はい、すいませんでした、あの一番最初、だから、はい、もう、はい、ね、やりてんだったらちょっと企画練ろよもっと真面目に、はい、アメリカ人とかよジェダイとか誰もよ、ね、誰も期待してねえんだよそんなもん、何なんだよアメリカ人って中西マンって誰だよって話じゃんリスナーからすりゃ、うん、知らねえべそんなやつ、誰が知ってんだよそんなやつ、じゃあお前は旅企画やれっつってんだよお前は、はい、何やってんだよお前、何パチンコ行ってんだよお前よ、はい、なあ、はい、何てめえのパチンコ代のために何リスナーから金もらってんの、何じゃあお前がなんか大々的に掲げてる、はい、好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやるっていうのはこれは詐欺の文句なの、いや違います、お前がパチンコやるためにお前がパチンコが好きだから、はい、みんなにそのお金をもらってんの、はい、なんでお前旅行かねえんだよ、はい、捨て頃終わって何か何ヶ月経ってんだよお前、1ヶ月経ってます、2ヶ月だろ、はい、2ヶ月何してたんだよお前、はい、なあ、はい、お前捨て頃が始まるから1回中止しますって言ったよな、はい、旅の時、はい、なんで終わって2ヶ月何してたんだよお前、はい、ね、はい、舐めすぎじゃないリスナーを、それで何がイベントやってき、みんな来てくださいで来るわけねえだろそんなの、はい、誰が来んだよお前のために、はい、足運ぶんだユイガのためには、はい、いいよ新八はまだいいよ、ふわっちら頑張ってると思うし、はい、それは、はい、うん、新八はいいと思うよ別に、はい、やれると思うよあの人は、はい、ユイガってなんだよ、誰にもね、尊敬もされてない好かれてない人間呼んでどうすんのね、あユイガ来んなら俺行かないよっていうやついっぱいいるよ、私行けないって、リスナーだって当然ユイガが来んだったら行きたくないって思うよみんな、悪いけど、うん、だろうだ、旅企画で花火集めてよおめえ、 なんでそれでスロットとかパチンコ打ってんだよ、はい、な、はい、やることが先だろ、はい、やることがいっぱいあんだろ、はい、な、うん、ユイガいらねえんだよマジでな、はい、なんで俺に一番最初に言わないか、旅企画をやってないか、納得いかないこといっぱいある、はい、お前の、はい、ここ最近の態度、あと、はい、キャスバーでのあの暴言、はい、すいません、俺に対してな、はい、なんつったお前電話切った後、俺はっきり覚えてるよ、はい、忘れないよ俺は、はい、言われたこと、はい、な、舐めすぎだろお前、何その俺が何イベントに出てくださいってお前何金の問題じゃねえよ。お前の態度の問題だよ。はい。うん、新八丁、お前もニートだよ。いや、てか、お前無職だよ。35以上なんだから。もうやめろよ、そりゃ、折文句。だからもうこういう芸能しか呼べないの、お前には。新八丁とか、ゆいかとか、あいことか。ねえ。お前の人望ってそんなもんなの？便所太郎はすごかったよね。名だたる人がいっぱい来たよね。素晴らしかったですね。お前は何なの？このカスみたいなの。あ、いや、出がらしみたいな、いや誰がみたいな、こんな金払ってリスナーは、あ、いえ、もう、ね、こんなんね、うん、別にネットでスカイプで十分じゃないですかって話なんじゃない、いや、鮫島さん本当にあの出演者には本当気持ちで出ていただいてるんで、いや気持ちもクソもねえんだよ、はい、お前ペラリンピックやりてんだろ、はい、ただねクズの寄せ集めなの、はい、それとも何、あの、あ、いやいや、雑談に長けてる人間集めたの、どっちなの、何その中に俺を呼ぶの、こんなクズの中に、言葉に気をつけろ、事実を言ってるだけだろ俺、すごい、ノーギャラでも出るよって言って、いやノーギャラだって、はい、そう関係ねえんだよ、はい、俺だって金いらねえよ、はい、お前からもらう金なんかいらねえよ、はい、はっきり言って、はい、うん、何言ってんの、はい、配信者なんだから、はい、協力はしたいよ俺は、ありがとうございます、配信者に対して、はい、金なんかいらねえ別に、はい、うん、はい、なんで俺が企画しないから何なんだよな、じゃあ和道旅企画終わらせろ、はい、それからお前は次の企画を持ち上げろ、はい、はい、うん、せめてどっかまでやって、この人数までとか目標決めてやれよお前、はい、なんで投げ出したんで言えよ正直に、旅企画投げ出した理由、
ヘラルからですね。だからヘラルからなんでじゃあ企画したんだよ。すいません。じゃあ何、はい、ペラリンピックもヘラったら企画中止するってこと。いや、しないです。お前がヘラルとか知らねえんだよ、そんなの。はい、はい、うん。じゃあ何、ベンジョ太郎がステグロでヘラったら、はい、ステグロ中止にできたの、できない、ね、言い訳になったの。ならないですね。なるわけねえんだろ。何人の人間を巻き込んでんだよ、はい、お前。はい。なあ。はい。ねえ。はい。ああ、そう、稼げるようになったから旅に出る意味がなくなったんだ。稼げるから、家にいても。そういうもんなんだ。稼げるから金が入ってくるようになったから動かなくても入ってくるから、はい、旅なんか行かなくていいんだ。旅やってるやつらはみんな金ない人間なんだ。はい、はい、あ、え、そういう考えなの。いや、いや、そういうことは思ってないです。じゃあ行けよ。はい、行くの。さ、行きます。はい、あの鮫島さんお招きしたいんで、あの300人、ゆりが呼ぶなよ、その代わり俺の、まあ言っちゃえばお願い。俺はゆりがで脅迫で、うん、罰金刑払ってるから。あー、イーガーが来るんだったらちょっと行けない。いや、何もないよ別に、接近禁止とか書いてないから。あー、問題はないけど多分殴っちゃうよ俺。あー、うん、多分ね。はい、うん、多分約束はできない、何もしないっていう。はい、うん、だからイーガー呼ばないで、うん、イーガーが来るなら行けないよ。だって行けるわけないじゃん、そんなもん、うんそうですね。それはまあ NG ってことですもんね。どう当たり前じゃん、はい、そんなもん。だって罰金刑払ってんだよ俺。略式起訴22日間拘留されてたんだよ。そうですね、あいつのせいで。はい、わかります、うん、その事情は知ってます。はい、売り言葉に買い言葉で何にもしてないのに俺。はい、当たり前じゃん、そんなやつ許すわけないじゃん俺が。はい、うん、だからお前明日から旅ねんだろ。はい、マジで。はい、300人達成しなかったら俺は出ないし。はい、だから別に10月で300人達成したらいいよそれで。うん、はい、わかりました、うん、それでお前の真剣さを調べる俺は。はい、うん、お前が本当に俺に出てほしいのかどうか。はい、うん、で、お前言葉に気をつけろよ、これから。はい、わかりました、うん、俺とお前は対等じゃねえからな。うん、わかってます。はい、うん、うん、いや、お前がユイガが嫌いだか嫌いじゃないじゃねえんだよ深夜。ちょっとてめえの話聞いてねえんだよな。俺はユイガに対して脅迫して罰金刑を払ってんの、はい、うん、まあ、それはいわば被害者加害者なの、うん、それは正当な理由ですね。だからなんか問題が起きるからダメだよっつってんの。はい、うん、そうっすね。それはだからどれの時みたいに言い返してみろよ。それはお前なんで自分リスナーの金でパチンコ行ったりよしてよね、はい、旅企画もやんねえくせによ、どれさんの女座だ、はい、お前に関係ねえじゃん自分も。はい、なんでお前が言うんだよ偉そうに。はい、お前だってノリコと別れたから別れたっていう設定して、はい、リスナーから花火が飛ばなくなるから別れた設定にしようっていう話してたろ。はい、裏で。はい、なんなんで、お前のがクズじゃねえな、やってること。そうっすね、はい、うん、人のこと叩けんのかお前。はい、そもそも。はい、な、はい、うん、で、和道の気持ち聞いたりやじゃねえんだよ。こいつは旅行きゃいいんだよ。なんもお前の気持ちなんか関係ねえから俺には。はい、1ミリも。あの当たり前だろ。はい、はい、うん、何何あの、あ、大丈夫、はいはい、大丈夫っすか。ん、何が。あ、本当にメンバーを豪華にしたいとも思ってます。豪華にしたいんだよ、はい、何、はい、アイコなの。豪華にしたくて。アイコアメリカ人なの、はい、豪華にしたくて、はい、ね、ふわっちにいっぱいいるよね、いろんな配信者、はい、よりによってそこなの、はい、うん、お前は佐野さん口説け、はい、当たり前だろ、雑談の、はい、ね、頂点を決めたいんだったら俺とおいちゃんだろ、はい、当たり前だろ、なんでユイガとかアイコなんだよ、んなもん誰も聞きたくないそんなの、うん、口説け、あの、お前はイベンターなんだよ、はい、な、はい、やるんだよ。だから大阪まで行け、お前。ほんで、直談判してこい。おいちゃん、口説いてこい。で、おいちゃんには、俺がギャラいらねえから、おいちゃんに払って。あの人は金で動くか分かんないけど。分かります。うん、はい。お前、じゃあ、リスナーが何を見たいか考えろよ。お前が何をやりたいかじゃねえんだよ。リスナーが何を金払って見たいか。あ、お前、おいちゃん呼んで、俺とおいちゃんが、はい、対談なんかしたら、お前、大変なことになるよ。はい。な、もう想像つかないよ。はい、俺も昔はよく話してたけど、はい、今でこそ話さないし、はい、そのおいちゃんが来たらお前どういうことになる。はい、うん、だからお前はそれをやるんだよ。それがお前の仕事なんだよ。旅で大阪に向かうってことですか。行けばいいじゃん。わかりました。はい、見たいものをね、お前らね、リスナーが好きなものを好きな場所でやりたいんだろ、みんなで。そういうことだろ。そう、旅なら旅で大阪向かえるんだよ。はい、うん、な、
はい。それでお前の情熱をお医者にね、お前口説くんだよな、何日かかっても。はい。やれよ。僕、お前配信者なんだからやれよ。はい。それがみんな見たいんだよ。アイコ誰も見たくねえから。んな修羅のね、クソババは誰が見たいんだよ。な、お前がそれを実現できたらお前大したもんだよ。できたらね。はい。無茶なことやれよ。はい。できそうもないことを挑め、お前は。はい。今なら本当もう、色物だよ、ただの。ただゴミ、五流だよ、五流。はい。ユイがなんか呼んだ日には五流以下だよ、はい。あんなの。あいつ知ってる？はい。この間、モノマネ野球チームと、ね、チーム鍋が戦った時のスコアボードを書き換えて、自分が戦ったように見せてんだよ。誰がですか？戦ってないのに、ユイガが。野球やってないんだよ、あの人。モノマネ野球チームと対戦してないんだよ。スコアボード書き換えただけなんだよ。そんなクズ呼んで、誰が喜ぶの？ね、事実。当たり前だろ、そんなもん。だから、お前は行け。今からでもいいよ、別に。今から向かっても別に。お前は勇み足になってくれるから、絶対ね。明日と俺は言ってるよ、バッテリーの充電とかいろいろあるから。ね、寝不足でも困るから、今からゆっくり寝てって。でも今から行ってもいいんだよ、別に。お前が決めることなんだから。別に俺が行ってるのは明日からは絶対行けよって言ってたら、別に今日から行ってもいいんだよ。どうすんの？バッテリーがですね、バッテリーチェックしていいですか？いいよ、全然いいよ。睡眠は全然問題ないんですけど、そりゃそうだよ。寝なくても歩けるからね。16%しかないですね。ちょっと、このバッテリーを充電したら10時間ぐらいどれ配ぐ信。らいかかるの？これ多分10時間ぐらいかかります。ってことフル。は、まあ、今日中に出れるね。そう自で転す車でね。させよ。夜中だったら、ちょっと刺してきます。夜中出た方がいいよ、暑いから。はい。まあ、じゃあ、明日の朝8時にしよはい。う。まあ、万全にね。万全に起きして。はい。で、お前はおいちゃん、口説いてこい。で、まあ、それでリア突が300人いったら、俺は出てやる。わかりました。ノーギャラで。ありがとう全ございま然。す。もういいよ、別においちゃん口説けりゃ何でもいいよ。お前が自分の思い当たる方法で口説いてこはい。い。別に汚いって言うか、もう別に縛って連れてきてもいいよ。最悪。で、どういうことですか？だから、おいちゃん殴って気絶させて、縛っ て、はい。適当に持ってくりゃいいんじゃない？うなちゃんまをぶん殴っ別にそれでもいい。もうそれは自由、任せる。どういう形でも。はい。まあ、もちろん、生き死には問わないから。縛っても大死阪からんでてもいい。最悪ね。最悪ね。いや、しょうがないじゃん。だって、は家い。から出てこないんだから。最悪だから、もうバルさんがなんかドアポストから入れて、はい。硫化水素とか発生させて、はい。ちょっとね、出てきたところを殴って気絶させるみたいなのでもいい。全然。なんで発想が犯罪なんですか？だからしょうがないじゃん。出てこないんだもん。もう別に、4階だから登るとき気をつけろよ、ベランダから。住所知らさすながいっに。す、僕。じゃあ、だったら調べろよ。はい。こんなもん、今ネットってもん、便利なもんがあるんだから調べろよ。で、まして、明日の朝8時までね、12時間ぐらいあるんだよ。10時間とか。余裕で調べられるんだよ。十何時間もあるんだから。はい。はい。あ、まあ、とりあえず大阪向かって、向かいながら満喫とかで調べます。そう、で、リスはい。ナーと話せよ、とりあえ旅ず館と。歩いて歩いて、大じゃあ、阪に。そうすれば、いろんな他の、はい。野良のリスナーも協力してくれるから。はい。それをお前が実現できたら、みんな評価するよ、お前を。はい。だから、生き死には問わねえから。ちなみに401だから、部屋は。はい。はい。ご存知なんですか？あ、全部知ってるよ、おもういちゃん特定の住完所。了してるんですか？ウェリナ日本橋っていうね、マンション名だから。え？なんですか？ウェリナ日本橋。ウェリナ。ウェリナ。ウェリナ。カタカナのね。はい、ウェリナ。で、それで401だはい。はい、ありがとうございから、ます。おいちゃんを口説けたら、お前はもう一流だよ。はい。一流のイベントだよ。はい。口説けなかったとしても、お前はその旅の間にいろんな企画を練れる。家で練るな。はい、わかりました。歩け。はい。はい。そんで、もし帰りしな、まあ、ダメだったら、まあ、誰も寄ってこい。ちょっと待ってもいいですか？何が？歩いて大阪に行くんですか？当たり前だろ。何言ってんの、お前。歩けよ。僕、歩いてうなちゃまに会いに行くんですか？当たり前だろ、何言ってんの。楽しようとすんなよ。お前、うなちゃんまんがそんな簡単に口説けると思ってんの？
ええ、僕 このお前前、さ、うなちゃんマンと対談するのにまだ全然レベルが低いんだ。経験値稼げよ、わかりま軽す。いて。わかります。いや、でも僕、高尾駅から新宿歩くの23時間かかってるんですよ。別になって3ヶ月あるんだよ。いいの、歩け。大阪3ヶ月もあるんだから十分だ。1ヶ月半かかれんだよ、片道。だ。いや、ブッキングとかで帰ってこないといけないんですよ。知らねえよ、そんなもん。その時だけ新幹線とか帰ってくれるだろ。別に。あ、ヒッチハイクはいいよ、別に。いや、いいよ、別にヒッチハイクでも。ただ、新幹線とか乗んなよ、お前。マジっすか？あ、当たり前だろ。歩いていくんすか？歩いてくね。リスね、ナーサさん。クッとらっていうね、気持ち悪いババアさ、黙らせろ、こいつ。このクソババア、俺大嫌いなんだよ、ほんと、マジで。リスナーさん俺、の旅く。団みんな N ブロック入れてるからね。マジっすか？当たり前じゃん、気持ち悪い。すいません。だからもうとりあえずもうリスナーと相談とかしてもう構わない。どんな手を使ってもいいよ。だそね、そう、そんなこともできない人い間はや、イベンターはもうできません。ここまで来たら、ルールは明確化しておいた方がいいと思うんで、ぜひ。ルールなんかねえんだよ。くどいってこいっつってんだ俺は。じゃあ歩いていきます。だからお前くどあれギリギリまで口説くんだよ。はい。お前、ダメだって、ダメでしたって帰ってえ、え、一日二日。え、300人お前達成3ヶ月あんだから。はい。3ヶ月あんだから、お前な、はい。旅費ね、行っちゃえば滞在費用もあんだから。でもお前ね、そのブッキングの時だけ帰ってくればいいんだから。いいよ、ブッキングの時だけ帰ってきたら、その後は新幹線で行ってもいいよ。はい、別にいいよ、新幹線で行っても。早く口説きたいって言うんだったら。はい、いや、で、いや、ダメです、ダメです。だって300人達成しないと鮫島さんは出てもらえないんで。そうよ、そういうこと。歩きなそういうこと。がらリアまあ、凸を構わない稼ぎと思なうよ、がら。俺は。どっちみち片道歩くことになると思うよ。はい。はい。ヒッチハイクでもいいよ、別に。いや、どっちで、ヒッチハイクもカウントしていいよ。いや、リアいや、どっちにしろ歩かないと、リスナーさんリア凸ないの僕分かってるんで。いや、それは当たり前だよ。はい。なので歩きます。だからいいよ、もうどんな手を使ってもいいよ、別に。もう300名とりあえず達成して、うなちゃんのとこに会いに行けます。僕大阪向かいます、明日。だからお前は握手したら1カウントね。え、握手で。え、女性とかで握手嫌な人とか。な、女性でも男性でもいい。いや、普通に会ったらいいんじゃないですか。ダメダメダメ、握手なんで。ハード何ってのあったらとか言ったら、通行人に会った瞬間それカウントになるんだよね。あ、違います違います、ダメ。違います、僕のルールはだから俺は緩くしてやってんだよ。ヒッチハイクしてありがとうございましたって言って握手したらワンカウントにしちゃってんだよ。いや、いや、それで今までカウントしてないんで、110。じゃあお前3ヶ月で、はい。200人あと達成できんの？いや、頑張ります。じゃあいいよ、じゃあお前の好きなようにやれよ。リスナーさんのみでやります、ちゃんと。お前さ、普段リスナー200人しかいないのにさ、もう118人あってんだよ。はい。あと82人しかいないんだよ。はい。お前の持ってるリスナー。はい。あ、いいよ、だから握手イベントでも何でもいいんだよ。だから要は稼げっつっての握手で。はい。フリー握手みたいな。はい。そういうのをや、俺は与えてあげてんだよ、課題を。わずと。楽にしてあげてんだ。はい、すいません、気づかなくて。そしたら300人だから楽だべ。はい。はい。で、そしたら300人達成しても、次はおいちゃんをくどく、はい、ハードル、ね、そういうミッションがあるんだよ。はい。3ヶ月あんだから、絶対くどいてこいよ。はい、はい、頑張ります。捕まってもいいんだから別に。20日交流で。行っちゃえば2ヶ月余んだよ。おいちゃん出るんだったら俺とおいちゃんだけでいいんだよ。ぶっちゃけ。ぶっちゃけ150ぐらい埋まるよ。余裕で。まあそうですね。当たり前でしょ、埋まるに決まってんでしょ。まあそれはそうですね。それは絶対埋まると思います。ゆいがなんか来ても2人か3人ぐらい。いや、それはないと思いますよ。もっと来る。いや、あるから。いや、もっと多分バッと持ってくるでしょ、他の人が。もっと来ると思いますね。2、3人ではないと思います。いや、2、3人だよ。ゆい、はい、ゆいがさんから連絡よろしくって今来ました。だゆいが呼ぶなよ。まあ、ゆいが断っといて。当たり前じゃん、お前。殴っちゃうよ、俺。あいつ。そうっすよね、はい。当たり前じゃん、だってあいつのせいで俺罰金刑食らって有罪なんだよ。はい。はい。20日も勾留されてんだから、恨みは忘れないよ、一生。そうですね、はい。おかげで俺は本をたくさん読めましたけどね。はい。おい、サクッとら NG しろよ、お前。あ、ごめんなさい。え、なんでなんでなんで。俺の悪口書いてんだよ、お前の旅団が。すいません。サクッとらやめて。サクッとら、ごめんね。ちょっと今やめて、サクッとら。
お前すいのイまベせん。ントを応援してる俺をはい、批判はしい。てるんだよ。サクトラ、今やめて、本当に今。今お話してるから。だって他でしてることはしない。俺がいるところじゃん、今。で、それでは俺が例えば、ツバニャンが来てるとき、俺はツバニャンの悪口言うやつは NG するよ、ブロック。まあそうっす当たね。り前じゃはない。い、そそういううなもんんででしすょ。ね。はい、そういうことです。で、まあ、はとい。りあえずこれでサクッとらが分かんなかったら、俺はサクッとらサクッと詰めるよ。つまんねえよ。サクッと詰めるよ。マジで。だからお前、口説いてこい。期間は3ヶ月あんだろ。丸々使っていいんだ、お前の。自由に使っていいんだ。そんな簡単に落ちる女だと思うなよ、おいちゃんを。はい、わかりました。おいちゃん、ほんと硬いからな。あいつ、アイコみたいにやりまんじゃねえからな。あいつ、コラボやりまんじゃねえからな。お前にそれができるのかどうか、俺は見てる。じゃあ、確認なんですけれども、どうぞどうぞ。300人リア突で、そうそう。あと182人。で、俺はノーもうギャノーギラャラで、で、ああもいう構わないよ。う、はい。で、確実に出ていただけるっていああ、う。もう間違いない。間違いない。まあ、俺が留置とかされてなければね。あ、いや、もちろんです。で、一点なんですけれども、今回、明日、旅、必ず出ます。もう、鮫島さんに、との約束なんで。で、そうだね。300人達成したら、一度イベントに集中したりとかって、いや、だからダメ。お前はおいちゃん、じゃあ雑談イベントで誰と誰の雑談を見たいの？対談を。いや、まあ、レジェンド、レジェンドっす。当たり前でしょ？何言ってんの？300人で達成じゃねえよ。ギリギリまでおいちゃん口説いてこいっつってんの。ああ、大阪で。だからいいよ、だからイベントの、はい。ね、イベント集中に2週間時間やるから、あ、ありがと11うござい月まます。で帰ってくるんだ。11月になったら、11月1日に帰ってきていいよ。それまでお前は何とかしろ。それが便所太郎がやったことなの、捨て頃の時に。その通りです。じゃあで、11月まで、11月の、じゃあ10月の31日までがリミットと考えよう。それまでに口説くんだよ、お前。時間は十二分にあるんだよ。1分1秒無駄にすんな。わかりました。で、11月の1日になったらさすがにイベントに集中だ、わかる、それは。それまでは帰ってくるの。もし、そのイベンターの人から、ちょっと打ち合わせがしたいから来てっても言うときは、新幹線とかで OK な感じですか？日帰りだけどね。もちろんです。当たり前じゃん、そんなの。わかりました。だから、便所太郎がやったことはすごいことなんだよ。わかりそまうす。やって人に頭下げて、何を言われても、ね、受け流して、怒りもせずに。お前は怒ったんで、ドルさんに。お前は怒る資格はないの。いろんな批判を受けるの、今の段階で。当たり前じゃん、お前は信用がないんだから。その通りです。ね、自分の企画すら投げ出す人間なんだから、さ、言われんの。だろ。あと300人達成したらなんですけれども、仮にだから俺は出るよ。いや、それだけではなくて、その鮫島さんに暴言吐いてしまなに、っおた前甘えてんの？あ、鮫島さんに暴言吐いてしまったことも水に流していただけますか？それは流さないよ。流すわけないじゃん。それは流さない。まあ、言った言葉ってのは忘れられないの。そうですね。すいま当たり前だろ、せん。すいません。まあ、もちろん俺もお前に対してひどいこと言ったりするけど、それは忘れろ。それは忘れるんですか？当たり前じゃん。どっちが上かってことや。わかりました。ね、上が、ね、下に向かって言うのと、下が上に向かって言うのは違うでしょ。その通りです意味ね。が全然。その通りですね。だろ？当たり前じゃん、そんなの。わかりました。ただ、出演はしていただけるっていう方向で。もちろん、それはね。それは約束する、必ず。とりあえずお前はおいちゃんを口説け。だからいいんだよ、300人なんかどうでもいいんだよ。おいちゃん口説いてこい。そしたら300人達成してなくても出てやるから。そういうこと。要はおいちゃん口説くか、まあ、300人達成すれば俺は出る。わかりました。でもお前の最終目標はおいちゃん。わかりました。絶対に何が何でも。それがリスナー見たいんだから。愛子なんか誰も見たくねえんだよ。ね、協力してくれる深夜ちゃんがどうでもいいんだよ。いらないから、おいちゃんと俺が出るんだったら。当たり前だろ、そんなん考えるの、普通に。わかりました。お前な、だからそういうのがお前配信者なんだよ。企画をすることなんだよな。深夜ちょみたいにバカにね、自分がね、得するために企画するやつじゃないんだよ。お前は違うんだろ、リスナーにいいものを見せたいんだろ。見せたいですね。深夜ちゃんがバカなんだから、あんなの。あんなゴミなんだから。ね、自分がね、もう結局キャーキャー言われたい。
自分が注目されたいためになんか変なことやってるだけで、それだってみんな注目しないんだから、実際問題。空回りしてるだけなんだから。な。あ、つばにはいらっしゃい。な、だからお前はおいちゃん口説いてこい。3ヶ月、まあ、2ヶ月半あんだから、まるまる。お前にやるよ。くれてやるから。はい。ね、はい。もうどんな手を使ってもいい。殴ってもいいし、気絶させて連れてくるのもさらうのもいい。はい。あ、さらったって大丈夫だよ。鮫島さん、それがですね、はい、一点問題があって、何？まだ箱との打ち合わせが終わってない。だからいいんだよ、そんなもん。じゃあ、ゆっくり言うね、やればいいだろ、同時進行で。はい、はい。同時進行でできんだろ。はい、知らねえ箱なんか、もう別にロフトワンプラスじゃなくてもいいんだよ、どこでも。はい。うん。はい。どこでもいいんだよ、もうまだ2ヶ月、ね、3ヶ月も先なんだから、はい、ね、電話で予約取って、はい、でじゃあ何月何日にね、借り、お金払いに来ますとかね、そういうのやればいいんだよ、動きながら。はい。うん。はい、それから、のりこにやらせろよ。はい、あのブスに、うん、言い訳ばっかすんじゃねえよ、はい、お前便所太郎が言い訳したか、しないっす、一言でも、しないっす、お前なんで今の段階で言い訳してんだよ、はい、便所太郎が捨て頃に対して絶対のもう 100% で出してったの、はい、全力で何事があっても挑んだの、はい、何があってもそうっすね、何なんだよお前しりすぼみになってよ、はい、うん、だろ、なんかとりあえずだから明日の朝8時に絶対出ろよ。お前枠監視してるからな、俺。はい。お前の。はい。四六時中監視してるからな。なんたって俺は暇だからな。働いてないですか？当たり前だろ。すいません。余裕で監視できるよ。3ヶ月監視してやるよ、お前のために。はい。うん。働くの延期してやるよ。え？お前だけのために。何ですか？年内には働こうと思ったけど、いいよ。お前のために。監視してやる。ね、年内僕のために働かないですか？ああ、いいよ、いいよ。ありがとうございます、本当に。お前に期待してんだよ、それだけ。はい。うん、お前ならできるから。はい。300人必ず達成します。うん、だから11月1日になったらもうしょうがない、リミットがあるから。はい。11月1日までに300人、2ヶ月。いや、違う違う、おいちゃんをくどけっつってんの。うん、ああ。300人なら楽勝だから、3ヶ月もあれば。はい、はい。うん。あ、でも結構、まだ118人なんで。だから知らねえだよ、握手も OK って言ってんだから、はい、俺は。はい、はい。言い訳をすんなっつってんだよ。はい、すいません。はい。申し訳ないです。はい、言い訳をすんなよ、マジで。はい、はい、わかりました、うん。しかも同じ人でもいいよ。はい。日をまたげば同じ人でもいいよ、別に。はい。うん。はい。だろ？はい。うん。はい。で、どうすんだよ、おいちゃんどうやって口説くんだよ、お前。いやもうずっと歩きながら大阪向かってタイトルは、うん、うなちゃんマン、うん、イベント出てください旅、そうだな、はい、もう絶対負けん、お前負けるなよ、うなちゃんマンで、何があっても、はいはい、お前にはできない、お前はそれがイベンターのやることなんだから、はい、な、誰を口説かなきゃいけないか分かってんべ、一番、はい、雑談王って誰か分かってんべ、はい、ゆいがなんか呼ばなくていいから、あんなチンパン、あんな性犯罪者、なんだ、読めよ、はい、今の LINE 読めよ、今の LINE はゆいがさんからです、いや読めよ、読み上げるんですか、当たり前だろ、あのプライベートなんですけど、いや読めよ、ちょっとよ、放送見たんだからよ、新やつと怒涛に出るメンバーのメンツ弱くねえかって、ネームバリュー的にもよ、トークレベル的にも横山、別に普通に言えよ、あ、すいません、横山みどり、野田ゾーリー、よっさん、ミズニアン、TJ、ナーボー、エビゾー、ベンジョ太郎、どれの深夜食堂、うなちゃんマン、サメちゃん、石川、この辺が来ないとかなりチャレンジャーとしてもイベントとしても価値が薄れる、だから違う違う、だから返しやで、返信で、はい、お前が来る時点で価値は相当下がってるからって、あ、いや、ゆいがさんは、いや、まだ確定してないです、来るっていうのは、だけど、お前が来るっていう話の時点で相当クオリティは低いから、はい、はい、はい、うん、ああ、お前が他の人の配信者のことは言えないよって送り返しやんな、はい、あ、いえいえ、それはできないです、あの、すごい、だからゆいが断っといて、はい、これはもう事件になるから、はい、で、つばにゃんも呼べよ、はい、当たり前だろ、あ、つばにゃん、いや、つばにゃん連絡先知らないですよ、僕今来てんじゃねえか、コメントしてくれ、あ、コメント来てますか、あ、つばにゃん、もしよかったら電話ください、なんでだよ、女配信者で愛子なんかいらねえんだよなあ、はい、あの、つばにゃん、もしよかったらこの後ふわっちプロフィールページに LINE 書いてあるので LINE ください、つばにゃん、はい、な、口説く相手がちげえんだな、アメリカ人とかいらねえから、マジであんなの、うん、はい、はい、ゆいがもアメリカ人もいらない、愛子もいらない、うん、
なだお前がそれを、はい、だおえちゃんを口説くっていう過程でお前が努力すれば見てる側も、はい、あじゃあ応援しようかなって思うんだよ。お前何パチンコ行ってんだよ。はい、すいません。いや分かったからじゃん。便所太郎そういうことやった？やってないです。やってないです。ちょっと黙ってて、うん、はいなあ、はい、お前便所太郎がそんなことやった？やってないです。捨て頃の時やってないです。お前何やってんの？はい、すいません。舐めてんじゃねえぞお前。わかりました。はい、すいません。で、後ろにのりこいるじゃねえかおめえ。のんちゃん？あ、いました。いるじゃねえか。いました、すいません、ごめんなさい。お前何なの？なんでそういう嘘つくの？あ、すいません。なんなお前、リスナー舐めてんのお前マジで。はい、いつもいるよじゃねえんだよ。はい、てめえよ。はい、鳥の世話がなんだてめえ。なんつったんだよおめえ俺には。いや、いいんなら問題でねえじゃねえかよ。はい、はい、はい、のんちゃん寂しがり屋なんす。知らねえよ寂しがり屋とかよ。はい、な猫かよ、うるせえなクソババっつっとけ。はい、すいません。はい、知らねえもんお前。なんでお前そうやってよ、はい、騙すんだよみんなをよ。はい、お前ほんと最低だぞやってること。はい、お前ちょっとみそぎ、お前なめんなよお前マジで。はい、辛いとか言うなよお前。辛いっす。20時間歩き続けろ。4時間寝て20時間歩き続けろ。無理っす無理っす。休憩すんな。無理っす。マジでお前なめすぎ。いや、それは本当に無理っす。なめすぎ、なめすぎ。はい、無理ですじゃねえんだよ。舐めすぎなんだよ。はい。はい、お前は。はい。はい。舐めてんだよ、お前は。リスナーとかみんなを。はい。うん。お前、舐めすぎだろ、お前、マジでよ。はい、すいません。なんなんだよ、おめえよ。はい。こそ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 よ。はい。嘘ばっかりじゃねえか、てめえよ。はい、てめえ、今回マジ嘘ついたら、お前、マジでお前んちに行くからな。はい。ほんで、配信外で。はい。いろいろ話すことあるから、はい、お前の吐いた暴言だとかお前の態度とか、はい、舐めすぎだ。それでなんだ俺にイベント出てほしいってよ。はい、その通りです。お前みたいなクリーンじゃねえ人間のイベントに参加して協力して、はい、こっちまでやけどすんだよ。はい、お前がクリーンでいてくんないと出れません。そんなの無理です、はい、だろ。はい、だから3ヶ月あんだからお前クリーンになれ。はい、でヒゲ剃れ。ヒゲは剃れないです。当たり前だろうな。それだけは、それだけは、すいません。うるせえ、それ。いや、それだけはできないです。今それ、今。いや、それだけはできないです。じゃあ、だったらもうこの話はおじゃんで。わかりました。それはできないです。じゃあ、俺は出ないよ。それだけはできないです。じゃあ、俺も できないよ。いや、それだけは本当に。お前のそれだけは聞くの。いや、もうそれだけは絶対できないです。すいません。なんでできねえんだよ。いや、ヒゲだけは、ヒゲだけは、本当に。ヒゲだけは勘弁。ヒゲだけは勘弁してください、本当に。すいません。じゃあ坊主とヒゲどっちがいいの？いや、どっちもダメです。なんで？なんでダメなの？ダメです。生えてくんだろ、また。ダメです。なあ、絶対ダメです。永久脱毛しろとは言ってない。いや、もうそれは、それだけはダメです。あ、そう、俺とお前の絆ってそんなもんなんだ。はい、それは無理です。たったヒゲに負けんな、はい、俺は。それは。俺のイベントに出るっていうのは。それはダメです。お前の、ね、お前、便所太郎がそういうこと言ったか。いや、それはもう本当にヒゲだけ、ヒゲと髪の毛だけは本当に。配信者じゃねえな、ツバニャなんか坊主にしたのにな。はい。女でも坊主にしてんのにな。はい、それだけは勘弁してください本当に。お前調子乗んないな、はい、お前のりことよ、裏でお前自分のことネットホストって呼んでもらってんだろ。お前勘違いすんなよ。お前は、はい、ネットホストじゃねえ、ただの小じきだよ。はい、うん、はい、いいからヒゲ剃れよ。いや、ヒゲだけは本当に勘弁してください。剃れよ、うるせえな。いや、ヒゲだけは本当に、ヒゲだけは、ヒゲだけはじゃねえ。はい、ヒゲを剃れ。いや、ヒゲだけは本当に勘弁して。これはお願いじゃない、命令なの。いや、本当にすみません、ヒゲだけは本当に。だけはじゃねえんだよ。じゃあ何だったらできんだよ。何だったらできんだよ、お前。俺が、はい、俺とかおいちゃんに出てほしくてよ、はい。お前そんなよ、ヒゲでよ、おいちゃんによ、はい、説得しに行くのか、交渉。はい、なあ、みなり、髪の毛真っ赤でよ、はい、ヒゲ生やしてよ、はい、いかにも不審ですっていう姿勢でよ、人んちに行くのか。そんなんでおいちゃんが口説けると思ってんの？なあ。思ってんの？ヒゲだけは。そんなちょろい仕事だと思ってんの？本当に、ヒゲだけは。だけはじゃねえよな。もう営業やってる人間ヒゲ生やしてるやついねえんだよ。ヒゲは考えてみろよお前、普通にな。ヒゲは勘弁する。考えてみろよ。人ん家に訪問に向かうね、営業とか交渉に行く人間がヒゲ生やしていきますか。いや、髪の毛真っ赤でいきますか。ヒゲと髪だけは本当に、ね、本当に無理じゃねえんだよ。無理っす。できないっす。なんで無理なの。じゃあなんで無理か言って、理由を。これはもう本当にリスナーさん、本当にこれでこのだ、なんで無理なの。もう本当に勘弁してください。本当に無理っす。だ、なんで無理なの。いや、無理っす本当に。ヒゲだけは。じゃあリスナーが OK 出したらいいってこと。
何がですか。だからね、リスナーさんの指示でヒゲ剃れないんでしょ。リスナーさん、ヒゲみっともないよね。俺はお前ヒゲない方が清潔感あると思うよ。いやいや、ヒゲだけは本当に勘弁。俺は。いや、ヒゲは本当に。ヒゲは勘弁してください。本当に、本当です。ヒゲと髪は本当、いや、もう本当にイメージがあるんで、本当に。すいません。ヒゲと髪だけは。別にまた生やしたらいいじゃん。いや、ダメです。もう二度と生やすなとは言ってない。ヒゲと髪だけは本当に、あの、これ。髪はいいよ、別に。だったら。いや、ヒゲだ、ヒゲも、ヒゲがあってここまでやってきたみたいなとこあるんで。俺はヒゲ生えてないんだ。てか生えないんだ。はい。もう全然。はい。うん。全然気にしたことないよ、ヒゲ生えたとか。あ、もう本当にヒゲだけは勘弁してください。本当に。なんでダメなの？じゃあ言ってみろよ、自分のその理由を。イメージのキャラクターがあるんで、本当に。キャラクターだから作れよ、また。ヒゲのないワードを。いや、もう本当にヒゲだけは勘弁してください。いや、ヒゲだけは勘弁してくださいじゃなくて。いや、うん、もう本当にお願いします。別に剃って、お前さ、じゃあさ、お前配信始めの時もヒゲ生えてたよね。はい、生えてました。剃ったところ誰も見たことないんだよ。いや、あります。もう10回ぐらいあります。あの、僕働いてた時ヒゲ剃ってたし、あの、全然ヒゲ剃ってます。ただもうこれだけはもうヒゲはもう守るって決めたんで。ヒゲ生えてる方がイメージ悪いよね。俺はあんまヒゲ生えてるやつは信用しない。もう本当にヒゲだけは勘弁してください。なもう本当300人絶対やるんで、大阪にも行くんで。いや、だからそれはどうでもいいんだよ。絶対やらなきゃいけないんだよ。ヒゲだけは勘弁します。それはやらなきゃ。お願いします。ヒゲだけは勘弁してください。本当に。旅企画なんだよ。ヒゲだけは本当に。じゃあ分かった。分かった。はい。俺に吐いた暴言、どうやってけじめつける？分かったよ。じゃあ分かって、300人は企画は達成してくれんだよね。はい、おいちゃんも口説いてくれんだよね。はい、そこは分かって納得した。はい。俺に吐いた暴言はどうやって決着つけるの？けじめ。当然けじめつけてもらわないと、俺大手なんだ。はい。お前にあい涙口聞かれると。はい。配信声明に影響があるのよ。はい、うん、お前それを言ったんだよ。なんか変な、なんかヘッポコリスナーと一緒になってバスバーで、うん、あろうことが900人いるところで、うん、俺を舐めた、俺に舐めた口聞いたんだよ、うん、どうしてくれんのこれ、うん、いいよ、お前の普段の200人の仮想枠だったらどうでも。はい、うん、ね、あの場で俺に対して暴言吐いたんだよ、お前は。電話切った後。はい、なんだっけ、世代交代だなとかも言ったよね。俺全部覚えてるよ。どうしてくれんのこれ、うん、あ、ヒゲ剃ったら暴言全然もう水に流した、ね、いや、もうヒゲだけは勘弁してください、本当に。あー、そう、すいません。はい、じゃあ分かった。じゃあ俺はお前に対して何してもいいってこと、はい、お前は俺に暴言吐いたよね。はい、うん、だよね。チンゲゼン剃りはダメっすか。ダメです。フワッチで映せんの？あ、映せないですね。意味ないでしょ。そんな俺はお前にバンになってほしいとは言ってないの。あ、まあそうですね。はい。うん、それはそうですね、はい。けじめをつけてほしいっつってのね。おちゃらけてないんだ俺。一言も。ふざけてるように見える。またバカにすんの俺のこと。どうしたらいいっすか。バカにしてもいいよ別に。いや、バカにしないです、うん。俺は忘れないからね。はい。上が下に暴言吐くのはいいんだよ。下が上に逆らうんじゃねえな。お前なんか俺にかなうわけねえんだからじゃあいいからヒゲ剃れって。お前はヒゲだけは本当に勘弁してください。いや、坊主は嫌だよ、俺も嫌だから、はい、坊主はしなくていいよ、はい、そんなの、はい、ヒゲはない方が絶対。いや、もうヒゲだけは本当に勘弁してください。お前さ、ヒゲ生えてる男なんか汚いぞ、イメージ的に。いや、ヒゲは何ヒゲに固執してる。いや、もう本当にヒゲだけは勘弁してくださいな。ヒゲだけは何、ヒゲだけはって。じゃあ何、俺に入った暴言はどうやってけじめつけんの。じゃあ分かった、ヒゲだけはダメなんだね、はい、じゃあ他に何かけじめつけられんの。お前のいいね。300人大阪に歩いて。だからそれは違う、お前の企画だから。あ、いや、あ、もう歩いて、お前の企画だからさあね、リアトツ人数の、はい、うん、はい、これは俺の、何、俺の悪口はそれで流すの。だったら1万人にするよ、これそうっすね、当たり前そうっすね。1万人は50万人にするよ俺はい、ほんとヒゲはくだらないと思う俺は。何ヒゲだけはって、何を差し出せんだっつってんの。だったら、そうっすね、うん、鮫島さん、お土産買ってきたんですけど、そういえば沖縄。いや、いらねえっつってんだよ、いらねえって、うん、押し付けがましいんだよ。俺お土産頼んでねえし、はい、ね、別にお前とも別に仲いいわけじゃないし、仲いいって友達じゃないから、はい、うん、はい、うん、俺何も言わないはい、だ、何を差し出すんだって聞いてんの。けじめつけろよ。
だから大手にお前はな、暴言吐いたんだよ、はい、リスナーと、はい、いい気になって、はい、俺の LINE を切った後に、はい、俺と LINE してる時に言ったんじゃなくて、はい、なあお前捨て台詞で言ったよな、はい、900人とか1000人の前で、はい、どうやってけじめつけんだっつってんだよなあ、怒ってるに決まってんだろ、はい、うん、はい、早く家をけじめつけるか、どうやってああ1日100キロ歩けば 5日で終わるよ。488キロなんか一生黄色い服しか着ないとか、いや意味が分かんない。それでなんで俺が許さなきゃいけないんだ。いやきついけど俺なんのあれもないよ、うん、納得いかないですよ。だなんだけじめつけろよ、うんうん、当たり前だろ。お前ごときが俺に暴言吐くなんて何年早い？まあ100万年ぐらいですだよな、はい、それを言ったんだよお前は。いい気になって、はい、ね、酒の席知らねえ俺、酒飲まねえから365日、はい、お酒を言い訳にすんなよ、はい、マジで、はい、うん、いや恥ずかしいこととかどうでもいいからけじめつけて、真面目に言ってんだ俺、うん、ヒゲあってもなくても変わらねえんだよ別に。お前はヒゲない方が絶対端正な顔立ちになると思う。俺は逆に俺はお前のヒゲが気に食わない。いやヒゲの悪口だけは汚い。ヒゲの悪口だけは本当にうるせえなこの、はい、じゃあ俺の悪口は言っていいのか。はい、な、はい、何がヒゲの悪口だけだよ、はい、俺の悪口は言ったよな。はい、言いました。それで何よ、ヒゲの悪口は言わないでくださいって何なの。俺明日東京行くから、はい、あ、お前いないんだ明日な。そうですね、朝8時に、はい、か出ます。じゃあ分かった、今日の夜お前ん家行ってお前のヒゲ断髪式。いやもうヒゲだけは勘弁してください本当に。いやだから強制だよヒゲは。本当に俺はお前のヒゲだけは勘弁してください。ヒゲだけは本当にお願いします。ヒゲは勘弁してください。ダメです。ヒゲは本当に、ヒゲだけはお前だ、ヒゲだけは本当にやめてください。うるせえ。じゃあノリコ坊主にしろ。やめなよ。ヒゲは勘弁してください。やめないじゃねえんだ、俺は暴言吐かれてるんだよ。ヒゲは勘弁してください。お前俺のこと舐めてんだろ。のんちゃん、坊主にできる？なんだよお前、ヒゲよりなんで俺が坊主にさせんだよ。のんちゃん、お前クズだな。のんちゃん、はい、坊主にできる？お前こいつクズだ。あ、ちょっと鮫島さん、いいっすか、静かにしてもらっていいっすか、うん、あ、はい、ごめんなさい。なんで俺バリカンで静かにしてとか言われバリカンで。のんちゃん、坊主にできる？こいつ本当に潔いクズだわ。のんちゃん、そこまでヒゲを守りたい意味がバリカンあるよ。女差し出したよ。のんちゃん、お前さ、そういうとこだよ。はい、なんで女差し出した？今、構想してるんだよ、本当に勘弁してください。のんちゃん、坊主できる？違う違う、お前がヒゲ剃りゃいいだけの。いや、ヒゲだけは勘弁してください、本当に。なんでそこまでヒゲを守るんだよ。本当にヒゲだけは。おかまか、お前は。ヒゲだけはなんでノリコもやるんだよ、お前。いや、今、提案があったので。お前、いや、だから、くどけんの？くどけんだったらいいよ。のんちゃん、坊主にできる？できるそうです。できるの？はい、じゃあやって今。あ、今バリカンがない。それじゃあお前のヒゲいいよ、いいさ。バリカンがないです。まあいいよ、ハサミでもいいよ。バリカンがないですね。ヒゲ剃りあんねん。ヒゲだから髪である程度短く切ればシェーバーでいけんべん。うるせえな、おめえ黙っとけ。ヒゲだけは本当に勘弁してください。じゃあ分かった分かった、だからもういいよ、はい、だからノリコの坊主で俺は手打ってやるっつってんや。はい、のんちゃん、鮫島さんが坊主にしろっていう。いや、ちょっと待って、言い方がおかしくない？はい、お前が坊主にしろって言ってんでしょ。え、お前のヒゲを剃らないために犠牲になってくれって言えよ、はっきり。俺がね、のんちゃんちょっと隣に来て。俺のせいにすんだよ、こうやって、こいつ最低だよね。うん、これは俺も最低だと思うよ。冗談に言ったのね。のんちゃん、あの、鮫島さん今めっちゃ怒ってんの。しょうがないね、ヒゲの方がいいと思うんだけどね。うん、怒ってるに決まってんだろ、てめえが吐いた暴言。のんちゃん、あのね、鮫島さんめっちゃ怒ってんねんが。で、当たり前だろ、てめえが吐いたんだよ。俺のヒゲ剃れっていう。ヒゲかっこいいでしょ、うん、めっちゃかっこいいでしょ、うん、ヒゲなくなったら嫌だよね。のんちゃん坊主にしろって。詐欺師だこいつ、本当に。のんちゃんが坊主になるの？そうだよ。どう思う？いいよ。え、いいの？でも、のんちゃん坊主になったら可愛いよね。え、でも、のんちゃん坊主になったら…こいつ詐欺師だわ。のんちゃん坊主は可愛いよとか言って。
のんちゃん坊主すごい、自分のひげを守るために女を坊主にするっていう、ほんと最低。のんちゃん今考えてます。手当てて考えてます。なんでのんちゃん坊主にしてくれんの。だからそれは和道がやらしてるから、ね、しょうがないじゃん。ひげなくなったら困るから。ひげなくなったら困る。のんちゃん困る。のんちゃんひげ、お前がひげ剃れいいんだよ。ダメですよ、のんちゃんは僕のひげ大好きなんで。だからお前がひげ剃れいいんだよ。なんでのんちゃんが坊主にするんだよ。のんちゃんひげ好きだよね。だからいいや、どっちかけもうはっきりしろ。もういいや、めんどくせえから。早く結論出せ。いやもう本当にひげだけは勘弁してください。のんちゃんひげ大好きなんで。じゃあのんちゃん坊主だな。のんちゃん坊主にする。しょうがないね、のんちゃんがヒゲ好きなんだったらしょうがないね。お、だってワドはのんちゃんの坊主好きでしょ。もうのんちゃんの坊主大好きですけど。じゃあもうそうしかないじゃん、うん、でもね、女の子だもんね、のんちゃんね。じゃあお前がヒゲ剃りゃいいじゃん。坊主嫌でしょ、うん、ほら嫌だって。なんだよこの会話。嫌だね、なんかね、感じ悪い。じゃあお前がヒゲ剃りゃいいんじゃない。いや、ヒゲの話はもう終わったじゃないですか。終わってねえよ。いや、ヒゲは終わってるんだよ。ヒゲの話が最初から最後までなんだよ。じゃあお前が坊主。なんで僕は坊主になるんすか。だからお前が俺に入った暴言のことを忘れんなって。いやもう他のことで勘弁してもらえないですか。じゃあ何ならできんのって聞いてんじゃん。いやもうほんと思いつくことが全然なくて。思いつくことができないんだったらヒゲ剃るよ。ヒゲの話はもう本当に勘弁してください。ああ家行くか今から、はい、お前んち、はい、なあ、はい、直接話そうか。直接話しますか。あでも朝8時にもう家出るんで。知らねえそんなもん。はい、俺だってお前の家に出向くんだよ、はい、お前がそうやってごねるために、はい、大手をお前はそうやって煩わしてんだよ。僕が行きましょうか。うるせえな。お前がヒゲ剃るは済む話なんだよ、はい、生えてくんだろうがよ、ヒゲなんかよ、1週間でよ。のんちゃんヒゲ大好きね。のんちゃんだもう生えてきたら生えてきたらいいから今回剃れっつってんだよ。一生剃れっつってるわけじゃねえんだよ。のんちゃんヒゲ守るから大丈夫だからね。のんちゃんヒゲ守るから。うるせえ、ババア返せ。ちょっと後ろ行ってて、ありがとうね。泣かないでね、のんちゃん。のんちゃん、ヒゲだけは守るからね。大丈夫だから。はい、今一回ヒゲを剃れっつってんの。けじめつけろ。のんちゃん、ヒゲ大好きなんですよ、僕の。知らねえよ、のりこがヒゲ好きかどうかなんて。のんちゃん、じゃあ自分が生やしたらいいだろ。いや、僕のヒゲが大好きなんです、のんちゃんは。知らねえよ、そんなもん。生えてくんだろ、また。いやもう本当に耐えらんなくなっちゃうんで。1週間で生えてくんだろ。知らねえ、おめえ3ヶ月家に帰ってこねえんだよ。いやヒゲがなくなると本当のんちゃんもう本当減らっちゃうんで。じゃあヒゲ置いてきゃいいじゃねえか。いやダメなんです。捨てろとは言ってる。ダメなんです。ヒゲ生えてる僕が大好きなんで、のんちゃんは。うるせえな、3ヶ月ってめえ出張行くんだよこれ明日から。はい。いやでも放送見てるんで。それ無理っす。それ無理っす。うるせえそれ。はい。俺に入った暴言はそれで水に流してやる。いや のんちゃんのために本当に。いいっさ、じゃあ俺と のりこどっち取んだよ。いやもうそれはのりこ。俺に吐いた言葉、じゃあ俺に吐いた言葉はいいのね。いやそれは良くないですね、やっぱり。じゃあお前大阪行くまで俺ずっとお前追いますよ。あいや分かってます、それは。300人絶対不正がないようにっていう。いや300人違う、はい、追い回してずっと嫌がらせするよ。いやいやそれはあのけじめつけたいですね、ここで。だからだったら仲直りしよう、ここで。仲直りっていうか、そうっすね、お前は俺に詫びを入れろ。はい、詫び、うん、すいませんでした、本当に。だからヒゲで許してやるっつってんの。のんちゃんヒゲ剃ったら嫌だよね。いや、ダメっすね。じゃあ、のりこに変われや。いや、まあ、のんちゃん変わって。のんちゃん来て。はい。はい。のんちゃんが坊主になるよ。ちょっと来て来て。来るなとか言ったり、来いとか言ったり、かわい大変だよね。鮫島さん。のんちゃん若くないんだよ。47だよ。思ってること言って、のんちゃんがひげがいかに好きかっていう。はい。うるせえな。のんちゃんは。のりこ？うん。ひげ一回そらして。のんちゃんが坊主になるから。分かった、分かった、のんちゃんが好きなの分かった。のんちゃんが坊主になる。うん。じゃあ今なって坊主に、早く、うん、じゃあこれ取って坊主になるよ。うん。で、ヒゲぐらい剃らせろよ、男に。ヒゲも、もせっかく綺麗にやったから。だから1週間で生えてくんじゃん、ヒゲなんて。髪の毛もすぐ生えてくるから大丈夫。髪の毛1週間じゃ生えてこねえよ、そんなに。大丈夫。1週間じゃ多分なんかもう芝生みたいな感じになるよ。うん、大丈夫。いいの本当にそれで。うん。ヒゲなんか汚いじゃん、あんなの。うん。チンゲみたいじゃん。大丈夫、坊主になるから。坊主な、なるの。うん。本当に。うん。和道にヒゲ剃らせりゃ済む話でしょ。うん、もうせっかくやってる。せっかくだってヒゲ生えてくるじゃん。うん。別に1週間ぐらいで10日で生えてくんだよ、ヒゲは。あの程度なら。
でも坊主になる。のんちゃんだってリスナーでしょ、配信者じゃないんだから。うん、うん、あのね、の和道が俺に対して吐いた暴言に対してのけじめなの。うん、のりこが坊主になったって意味ないの。うん、でしょ。うん、だからもうひげそらしな、うん、のりちゃんがいいな。うん、怒った。うん、で和道が俺に吐いた暴言なんだからてめえでけじめつけろっていいな。うん、うん、でひげ剃っていい、和道の。うん、いいのね。怒った。のりこちゃんは OK 出した、許可出した。うん、なんで泣いてんの。せっかくひげが、うるせえなおめえはよ、ひげ生えてくるっつってんだろ。うん、分かった。せっかくひげがじゃねえんで、だったら俺に暴言吐いていいのかよな。あ、よくない。よくないよな。うん、立場でもあるよな。うん、キャスバーでよ、なんか変なバカリスナーと一緒になって俺のこと暴言吐いたんだよこいつは。うん、泣いても知らねえんだもん。泣いたからなんなんだよな。それに対してのけじめだから、お前ひげ剃れ、和道の。うん、怒った。じゃあちょっと準備してくる。早くしろ。強要罪だったら警察に言えや、暴言こうだ。だったら警察に行ってこいよ、被害届出してこいよ。だったらそれでけじめ、俺は罪償ってくっからよ。何言ってんだよお前は。俺に向かって暴言吐いたことに対してやらしてんだろ、けじめつかさしてんだろ。なも泣くとこじゃないよね絶対ね。だからね、演技なんで分かってんだよ。じゃあね、泣いて許されるのは可愛い子だけなんだよな。ババアが泣いたって正直めんどくさいだけなの。だから分かってる。だから俺はひげを剃れっつってんの、うん、ババアの涙、ババアのしょんべんと涙ほど価値のないものはないよ事実で。絶対ワドをひげない方がいいもん。俺はテルチャンビンもひげ剃れって言ってるもん。何なのあのひげ生やしてやつ、なんで帰ってきたの。ひげ剃れない。はいはい。ん？ひげ剃れない。なんで。なんかそのあった方がやっぱりワドさん、何言ってるかわかんねえんだよ普通に話せや。ひげがあった方が、何言ってるかわかんないの。和道さんやっぱひげがないと和道さんじゃなくなっちゃうから。知らねえよそんなこと。何なんだよな。俺に吐いた暴言はどうやってけじめつけんだっつってんの。お前の坊主じゃ足んねえっつってんの。であとは何が必要なんですか。何をしたいのじゃ。和道のひげを剃ってくれっつってんの俺は。ひげを剃ってくれって言ってるよ。なんつってんだよ、聞こえねえんだよ。うん、だいいから早くワド呼び寄せろよ。ワドさん呼んでる。泣いてんだったら裏で泣けや。いちいち泣いてるアピールすんなよ。おめえが泣くことじゃねえんだよ。いいよのんちゃん、泣かないでのんちゃん。のんちゃん、おめえがひげ剃れにんじゃん、パーカ、うん、怖いね、怖いね。ね、こうやって俺を悪者にするんですよ、こいつ。わかったね、大丈夫だからね。のんちゃん大丈夫で、ひげは守るから。ね、どうすんだよ、ワドてめえよ。けじめつけろよ。いや、いやもう勘弁してくださいよ、本当に。もう、鮫島さん、勘弁してください、本当に。ヒゲじゃなくて、ノリコ守れや、お前は。いや、もう、のんちゃんが大好きや、ヒゲを。知らねえよ。どうしても。こればっか、こればっかりは。うん。こればっかりは、本当に。じゃあ、わかった、もうわかった。はい、じゃあ、お前は俺に対しての暴言は、はい。謝る気はないのね。謝ります。本当にすいませんでした。いや、じゃあ、そういうことじゃなくて。はい。うん。じゃあ、謝罪の言葉とかいらないから、詐欺師の言葉ほど信用ならないから。本当にすいませんでした、鮫島さん。うん、だからそれどうでもいいんだけど。カズマ兄さん、だからとりあえずお前は謝る気はないのね。俺に、俺に許してほしい。カズマ兄さん本当にすいません。許してほしくはないのね。カズマ兄さん本当にすいません。許してください。だから許しません。じゃあ眉毛でいいや。眉毛だけは本当に毛類はダメです。ヒゲか眉毛。いやもう毛類はダメです。
何毛類はダメって。毛はダメです本当に。何毛 NG って。ただでさえ毛根が傷んでるんで本当に。いや眉毛は別に毛根じゃないじゃん。いやもう本当に眉毛は髪の毛とは違う。いや本当に。じゃあ眉毛でいいですか。じゃあ眉毛でいいんすか。じゃあ眉毛でいいんすか。眉毛で許してもらえますか。あ許して。ヒゲはダメっすよ。ただお前がひよったってことは、はい、もう千人の前で証明されたけどね。いや鮫島さんが許してくれるんなら眉毛いきます。ヒゲだけ許してもらえるなら本当に眉毛でいいんだったら、まあ、いいんじゃない。いいっすか。まあ本来はヒゲがいいけどね。いやヒゲだけはダメです。でもお前はヒゲは嫌だって言って、お前はそうやって俺にね値下げを求めたわけだよ。はい、それは分かったよ。それはお前の気持ちが、はい、うん、これからの付き合いは変わるよ、うん、はっきり言って、うんうん、そうっすね。もちろんイベント300人達成したら出るし、はい、ただ俺はビジネスでやるだけだから、はい、お前とは何の絆もないからね。そしたらヒゲだけはお前が吐いた暴言っていうのは事実だって、はい、お前の気持ちだって受け取ったから、はい、俺は、はい、うん、そうっすね。早く眉毛剃るよ。眉毛でけじめでいいですか。早く剃れ、うるせえな。いや、あのそこしっかり早く剃れ、うるせえな。わかりました。眉毛いきます。のんちゃん、ん、眉毛いくぞ。千人いったね。守ったからのんちゃん。俺って数字持ってんだな。お前天狗だ。いや違う、俺200人ぐらいしか集めらんないかなと思ったら意外と。いいよ、こんなやつツイートする価値ねえよ。こんなやつほんとツイートする価値ねえから。ゴミだからこいつ。いや俺は許してないよ。だからこいつが ねそうやってなんかね、いや眉毛にしてくださいって言うから、まあもうねぎられたんですよ。つまり別にいいよ、こんなん見る価値ないでしょ。和道なんか正直。バスタオル用意して。はい、紫のでいい。いやゴミだからこいつは本当にマジで。まだとりあえず、まあじゃあまあここだけの話、おいちゃんは口説けないっすよ 100%。 うん、うん、でこいつは諦める。 100% 諦める。うん、うん、だからもちろんいや多分こいつはやらないと思うよ、うん、いやおいちゃんはもうチワワだから。おいちゃんは元からチワワだから。で、うん、分かったってさ、言った瞬間さ、納得したのさ、なんかちょっとドキッとしたよね。あ、おいちゃん死ぬんだなって思う、俺。うん、ほら、おいちゃん死ぬんだな。うん、いいんだよ、だから。交渉し、どうせこいつ死ねえし。うん。いや、もちろん見たい。絶対見たい。絶対見たい。そういうことよ、雑談イベントって。なんかアメリカ人とはね、喋れねえ人間呼んだって意味ねえんだよ。うん。出る人めっちゃいるから。いるし、うん。いや逆に誰もいなくていい。おいちゃんと俺だけでいいの。いいのよ。うん、聞こえますか、鮫島さん。聞こえるから早くしろよ。はい。眉毛でけじめ取らせていただきます。うるせえな、早くしろよ、うるせえな。いちいち言葉いらねえんだよ。うん、どうせこいつ明日も旅行かねえよ。絶対行かない。気持ち悪いよ、こいつのヒゲ、ほんとに。いや、すごい、もう無理、ヒゲに目がいって。いや、無理、マジ、ほんと気持ち悪い。見る価値はないっしょ。今、俺、YouTube 見てるから。こんな眉毛そんのに、こんな時間かかるか？普通に考えて。バカなんだこいつ。だから生活保護不正受給するんだ。ねえ、ヒゲ剃ればいいのにね。どうせ明日行かねえからこいつ。みんな見てな。これでけじめをつけたとか言うんだよ、自分では。ほんと意味わかんないね。あ、でちなみに、うん、昔だね。え、何？昔もさ、うん、ワドさんだよね。いや、わかんない。俺、こいつ見てねえもん。ちょっと坊主っぽくてさ。いや、こいつ坊主だった時期ないっしょ。
いや、覚えてない。わかんない。ヒゲ剃りゃいいのにね。ほんとバカだよ。なんでヒゲ生やしたの？大体さ、顔に自信ないやつってヒゲでごまかすよね。あの、テルチャンピンしかり。あいつだってさ、薬師寺野生みたいなさ、切り傷みたいな目してんじゃん。いや、チャンピンは好きだけど、でも正直、ブサイクじゃん。正直。みんなそう思う。チャンピンがブサイクだと思う人の。いや、チャンピンかっこいいなって人はへ。お願いします。いいよ、ワドなんか見なくていいよ、今。価値ないから、こいつは。怖えな。顔怖い人だよ。めちゃくちゃ怖くない？ひげ剃った方がいいよな、これな。のだよな。チャンピンイケメンだと思う人多いの？意外と。意外と多いね。チャンピンブスだよ、あれ。リアルで見たら。だって寝てるもん、いつも。のだよな、やっぱのだよな。チャンピンブスだよ。ちょっとひげ邪魔だな、これな。しゃぶ中だよね。しゃぶ中だよね、これ。完全にこれ、アウトローになっちゃったよ、これ。これ、おいちゃんさ、こいつがさ、交渉に来たらさ、絶対にさ、交渉乗らないよね。普通に考えてさ、これいきなりインターホン鳴らしてさ、あの僕の企画に出てくださいよとか言ったら、これ警察呼ぶぜ。これどんな話し合いでも警察呼ぶ。乗らないよな、これな。絶対乗らないって、これ。うん、やめてください。愛媛結婚支援センターにメールすんのやめてください。メルマガがすごい終わんないんですよ。これで交渉行くっていうのも、まあ多分でも1週間ぐらいかかんじゃん、大阪まで。まあ入るよ。大丈夫、大丈夫。ヒゲの方が良かったよな、絶対な。絶対清潔感あったしな。だバカなんだよ、こういうとこ。だから愚か者はこういうのの選択を間違えんの。うん。絶対、やばいもん。交渉ダメだよね、これね。交渉させちゃダメだよ、この人に。ネゴシエートはダメだ。でも、てるちゃんびんってな、ほんと目細いから、俺より目細いんや。一人だし。まあ、でも、てるちゃんびんはね、ひげ剃ればかっこいい、絶対。うん。正直ね、あの、乳首すごいちっちゃいし。でっかくてもやるし。いや、あのね、乳首ちょっといじったけど、カラオケボックスで。あのね、超かわいい乳首してる。で、多分ピンク色だな、あれ、乳首。舐めちゃいたいよね。うるせえサクッとだってね、サクッとやっちまうぞお前。いいよチャンビン、俺が剃ってやる。ツバニャンとは結婚しない方がいいよ。でもツバニャンどうなんだろう、多分尽くしてはくれると思う。サメジャーさん、すいませんでした。うるせえな、今お前の話してねえんだよ。あ、すいません。うん、今黙っとけお前。はい、どうした。今リスナーと俺が話してる。あ、了解です、黙っときます。あのね、ワド俺ね、はい、今、明日からお前交渉に行くんだよね。はい。お前どう見てもシャブ中だよ。マジっすか。お前誰がそのさ、こう、で、これからお前眉毛ずっと剃り続けんだよ。永年。いや、それはできないですよ。いや、ダメです。いや、それはダメです。話が違いますよ、それは。話が違うっておかしいでしょ。俺はヒゲは生やしていいよ、つった。眉毛生やしていいよなんて言った。いや、ダメです、ダメです。それは、ダメです、ダメです。それはダメです。絶対ダメです。それはダメですよ。それはいや、ダメですとかお前が決めることじゃねえんだよ。それは約束が違いますよ。うるせえんだよ、ブサイク。まあ、とりあえず今日はとりあえず明日朝8時行けよ。はい、わかりました。お前1分で潜れたらお前ほんとただじゃおかない。8時までに家を出るって感じですよ。前に出る分はいいですか。いや、8時ちょうどに家を出るの。前じゃダメですか、バッテリー。ダメです。あ、了解です。あ、いいよ、前でも別に、ま、自分が行こうと思ったら、はい、バッテリー溜まって、8時までにじゃあ家は必ず出ておきます。うん、はい、でお前絶対10月の末まで、はい、諦めんなよ。わかりました。絶対に。はい、それ俺に約束できんの。頑張ります。頑張りますじゃない、約束できんの。あ、できます。はい、300人達成することと、10月末までにうなちゃんにアタックをして、うん、いや俺カメラ目線で言えよ。はい、わかりました。ちょっと待ってください。はい、8月の、はい、8月の末までに、はい、うん、8月の末じゃなくて、なんだっけ、ちゃんとカメラ見て。はい、すいません。はい、カメラ見て言えって。
なんだっけ、今回のイベントに、際してなんですけど、うん、300人、リア突、うん、今118だね、はい、これを必ず300人以上を達成して、うんね、300人とは言わないよ、はい、もう500でも600でもいいんだよ、はい、なるべく300人からってことですね、上を目指してリスナーさんに会っていただいて、イベントなおかつイベントに鮫島さんをご招待すると、でかつなおかつ、かつ、歩きで大阪に向かい、うん、レジェンドうなちゃんマンを、うん、イベントをお願い、出演をお願いして、今回のトークイベント鮫島さんとうなちゃんマンの伝説のイベントを、に向かって走る、お前が実現するんだよ、はい、イベンターとして、はい、じゃあもう捨て頃なんてあんなしょんべんイベントを超えられんだよ、はいな、はい、頑張ります、マジチャンスしかねえんだよ、はい、頑張ります、気合い入れてるんでよろしくお願いします、うん、はい、すいませんでした、やれよ、はい、まあ、マジで最悪どうする、おいちゃんが出ないって言ったら最悪どうする、いや僕は口説きます、おいちゃん、いやだからもう嫌ですと、はい、最悪どうするの、いやもう拝み倒して本当に大阪で何日も、違うでしょ、はい、殴るんでしょ、殴って気絶させてさらってこいってそれぐらいの意気込み、お前の今の風貌だったら大丈夫、それやっても不審じゃない、レジェンドをぶん殴って気絶させて、うん、縄で縛って連れて帰るんです、いやなんか袋に入れて、ズタ袋に入れて担いでくる、はい、それね、それあのだからあの硫化水素アルカリ性と酸性の洗剤混ぜれば発生するからガスが、はい、そんな作り方知ってるんですか、ね、みんな知ってるでしょ、いや初めて聞きました、それをドアポストとかから入れて、うん、そうすれば絶対出てくるから、うん、あの、うん、大阪にとりあえずうなちゃんマンご招待と鮫島さんご招待のみそぎの旅に出ます、明日朝ご招待じゃない交渉ね、あ、まあ鮫島さんはご招待、うなちゃんマンさんは交渉、うん、招待じゃない、はいはい、俺は条件だから、あ、そうですね、そうですね、うん、交渉ですね、その300人リスナーさんに会いに行って、うん、本当はひげ剃った方が前は絶対良かった、はい、清潔感もあるし、そういう交渉事っていうのは絶対そういう、はい、ね、恐怖感与えないことだ、今お前は恐怖しかねえんだよ、なんでですか、今のお前の見た目なんでですかって眉毛ねえからだよ、あ、すいません、そういうことっすね、はい、絶対ひげ剃った方が良かった、はい、俺はそういう意味では清潔感もあるし、はい、信頼性も出る、はい、ヒゲがない方が、はい、ヒゲだけはもうヒゲの話はやめましょう、でも今のお前はもう完全ななんかね、妖怪だよ、はい、これね、お前ね、今からね、明日から大阪行くだろ、はい、夜道でお前に会った人間は悲鳴を上げる、そうですね、でもやっぱりそんな人間がおいちゃんを口説けるとは思えないよ、はい、実際問題、うん、自分でどう思う、今眉毛ない自分、まあ結構かっこいいなみたいな、マリリン・マンソンみたいな、ちょっとなんかロックスターみたいな、いや眉毛ない、シャブ中だよ、ただのマジっすか、マリリン、あれ、ま、あの人たちは化粧だからね、メイクだからね、あ、そうなんですか、お前すっぴんじゃん、はい、はい、まあちょっといいかな、ロックスターみたいな感じで、まあ、よくわかんないけど、お前の言ってる意味は、はい、でやれよ、はい、頑張ります、お期待してっかんな、お前、はい、はい、頑張ります、お前ならできるから、はい、頑張ります、ありがとうございます、カツ入れていただいて、絶対お前これ切った後また暴言入ったらお前ただじゃおかねえからな、はい、わかりました、二度と吐くなよ、はい、誰に対しても、はい、お前が暴言吐いていいのは荒野とロンタリだけだから、荒野より下は荒野とロンタリには暴言吐いていいんですか、ああいいよ、全然いいよ、わかりました、ありがとうございます、ただそれ以外の人間はお前の上だから、はい、ドレさんも上、はい、お前より、はい、わかりました、うん、お前じゃあ900人とか集められるの、単独で、無理っすだろ、はい、あの人は800、900いってんだよ今普通に、はい、コンスタントに出してんだよ、はい、どう考えてもお前のが下なの、そうっすね、うん、はい、格下なの、はい、うん、自覚持て、はい、頑張ります、うん、だからお前旅企画やれよ、はい、はい、で終わってもやれよ、はい、その11月のイベント終わっても、わかりました、1万人達成するまでやれよ、はい、頑張ります、うん、ありがとうございます兄貴、うるせえお前、なめんなよマジで、はい、うん、だお前が右を剃らなかったってことで付き合い方が変わるから、はい、許したけど俺は水に流すよ、わかりました、はい、ただお前はもう、あ、俺のそういうことは聞かないんだなと、はい、言うだけ言って、はい、
いや、俺は今お前はひげを剃ってくれるって信じてる。まだここまで来たらね。まだ言うんすか兄貴。ここまで来たらね。いや、お前はやってる。お前は配信者だ。勘弁してください。だからお前、俺のお前は、俺は。ちょっと勘弁してもらってもいいですか、本当に。もう本当ひげの話はやめましょう。いや、お前はやってくれる。いや、ひげの話はやめましょう本当に。絶対やってくれるお前。いや、もうひげだけは剃らないです。それだけは。だから俺はお前の企画に出るって言ってんだよ。お前に期待して。ひげの話。お前ソンジュソクラの配信者とは違う。俺はそう信じてる。俺の勘違いか、それは。いや、それでも前は本当 に, 違う配信者なのか。ヒゲだけでやってきたみたいな、その。いや、だけどお前はヒゲ以外でもやれる。いや、ヒゲがなかったらもう。絶対やれる。俺が言ってんだよ。ヒゲ、お前より下のヒゲはもう本当にヒゲは勘弁してください。いや、お前はやれる。変わる。ヒゲ剃ったら変わる。いや、本当、ヒゲは無理っす。絶対変わる。ヒゲは無理っす。うん、いや、お前は変わる。ヒゲは無理です。俺を信じろ。いや、もうヒゲは無理です。俺だけを信じろ、今の俺の言葉。いや、のんちゃんがいるんですよ、俺には。いいんだよ。お前は配信者なんだよ。ヒゲっすか。うん、配信者なんだよ。俺らはお前の大先輩なんだよ。俺の言うことを聞け。お前を陥れるために言ってんじゃない。絶対変わる、お前の。ヒゲない方がいいっすか。今お前は低迷して自分で悩んでるのも配信。はい、そうっすね。だから今回この企画を持ち上げたんだと思う。はい。でもお前はまだ変われてない。で、ヒゲを剃ったらお前は変わる、はい、世界が変わる。いや、ヒゲありきなんですよ、ほんと。のんちゃんと。いや、ありきじゃない。いや、のんちゃん、このヒゲが好きでのりこと出会ったみたい。のんちゃんはどうでもいい。お前は配信者か。いや、もうほんと、のりこなしでは生きていけないんで、ほんとに。だから、わかった、それは。はい、でも、配信者か配信者じゃないかって話なの。はい、今もう、ヒゲありきなんで、ほんと。じゃあ、配信ありきなしだったらどう？配信なしでもいい。いや、ヒゲがなかったら配信できなかったっすよ、ここまで。でも、来れなかったっすよ、ヒゲがなかったら。ヒゲがなかったらここまで来れなかったっす。じゃあ、お前なんで、手頃のバトルから今ここまで下がったんだよ。チャンピンとか安定してんのに。はい、お前だけだよ今安定してないの、はい、もうみんなお前だけだよ下がったの、元に戻ったの、はい、みんな何かしらそれをものにしてんだよ、はい、ドレさんもものにした、はい、チャンピンもものにした、はい、ヒカルだって、はい、パルパルだってみんなものにしてる、はい、お前だけだよ、はい、元に戻ったの、はい、なんでヒゲっすね、固執すぎ、そうっすね、一つのことで、そうっすね、でもヒゲだけは伝統、いや、ヒゲは守りたい、ヒゲは守りたいっていう、うん、チャンピオンは変わった、はい、自分で何を求めてるか、はい、自分が何をしたいか、はい、変わった、はい、うん、お前は変わろうとしない、そうやってこだわり続ける、そうですね、ヒゲいらないんだよ、伝統と本当威厳と、いらない、いらない、ヒゲは本当勘弁信じろ、俺をヒゲだけは勘弁します、俺を信じるか信じないかなの、ヒゲは勘弁します、本当に、いや、ヒゲを信じるか俺を信じるかだよ、ヒゲっす、じゃあ俺の十何年っていう11年とか信じないわけ、俺のキャリア、いや、もうヒゲしか信じらんないです、うん、だからお前はいつまで経っても過疎なんだよ。マジですか？荒野と一緒なんだよ。はい。なあ、荒野より全然配信歴あんのに、荒野と一緒だよ。荒野の方が人数集めてるよ、今。うん。なあ、はい、なあ、チャンピンなんか人数は少なくても収入半端ないよ。はい、半端ないです。何かしらものにして、どれさん閲覧半端ないよ。半端ないです。花火も。半端ないです。お前だけだよ。はい、閲覧も花火も落ちたの。はい。しかも、捨て子の前以上に落ちてるからね、今お前。うん。うん、お前だけだよ、はい、荒野にも抜かされてんだよお前、正直、うん、あの荒野にだよ、何の芸もないゴミ、うん、お前はそんなはずじゃない、ニコ生からやってきてるはずなのに、お前はもっとやれるはずなのに、はい、なんでお前は今みんなより下なの、まあヒゲが原因ですね、だろ、はい、そしたらどうすんの、いや、ヒゲだけは守りたいっていうか、プライドっていうか、これからも、でもそのヒゲのせいなんだよ、そうですね、ヒゲのせいですね、正直、じゃあどうしたい、自分でじゃあ配信会でどうなりたい、成り上がりたい、成り上がりたいです、だとしたら何が原因で今低迷してんの、ヒゲっす、もう答え出たじゃん、いや違うんですよ、ヒゲでもそのヒゲでも答えは出たじゃん、自分の中で、そうですね、迷ってんでしょ今自分の中で、はい、ヒゲが全部悪いと分かってます、でも今、はい、勢いで行くしかないよ、だからこそのヒゲみたいな、ダメダメ、いやだからヒゲの力はない、あえてヒゲ、これからヒゲはない、いやヒゲでやってきたんですよここまで、いややってきてないお前は、何もヒゲの力は借りてない、ヒゲには力がなかった、あれですか、うん、ヒゲがあるせいで今までお前の力が出せてない、実際問題、うん、今お前がそれで思い切りつければ変わる、はい、何もかも変わる、うん、俺を信じろ、うん、お前ならできる、うん、絶対イベントも成功させる、お前はただ今何かを断ち切らなきゃダメ、それは何か分かってるべ、自分で頑張れ、うん、いや辛いっす、だからお前に LINE をかけ直したんだ俺は、はい、
俺はお前に期待してるから、うん、ちょっとやってくれよ。一本タバコ吸ってもいいですか？ダメ。ダメですか？当たり前じゃん。俺と話してる時にタバコ吸うなんて生意気だろ。そうっすね。やることやったらいいよ全然。俺はでもヒゲなくなったらフォロワー減っちゃう気がするんですよ。減らない、増える。いや、ヒゲなくなったら花火上がんない気がするじゃないですか。女から考えればヒゲは不潔なの。いや、ヒゲがなくなったら花火もう上がんねえんじゃねえかっていう。わかんないじゃん。じゃあヒゲ剃ってみろ。今花火5発だろ、トータル。いや、ヒゲ剃ってね、ヒゲがあって5発だろ。いや、ヒゲ、だからヒゲがあったから5発なんですよ。いや、わかんない。やってみろ。いや、違います。ヒゲがなくなったら花火なんてもう上がんないんですよ。わかってんすよ、僕は。閲覧増えて。もうヒゲなしじゃねえか、お前なんか、みたいな。ヒゲもねえし、眉毛もねえ、寄り目か、みたいな。やってみろ。いやいや、ヒゲでディスられるんですよ。ヒゲで守られてきたんですよ、今まで。あ、じゃあいいよ、一生、じゃあお前は花火5発で終わりゃいいじゃん。で、その先のドリームをつかまなきゃいいじゃん、お前は。ヒゲが、ほら、またヒゲのおかげで。ヒゲ剃ったら10いくって言ってるよ。いやいや、ヒゲがあったからこうやって上がってるんですよ。ヒゲ剃ったら10いくって言ってるよ。いや、いかないですよ、いかないですよ。これはフェイントなんですよ、多分。じゃあやってみなよ。信じろよ、リスナーを。ヒゲを、ヒゲがあったから逆にここで今上がってるみたいな。だから、リスナーを信じろって言ってんの。リスナーを。ヒゲなんかどうでもいいんだよ、リスナーを信じろ。のんちゃん、ヒゲなくなったら嫌だよね。ヒゲなくなったら嫌でしょ。うるせえんだよ。ババア黙らしとけ。のんちゃん泣かないで。大きい声で泣かないで、のんちゃん。だ泣かせんの。泣かないで。のんちゃん大きい声で泣かないで。そういう方向。お前マジで。のんちゃん大きい声で泣かないで。ねえ。ねえ。わんわん、わんわん、わんわん、まめかないで、のんちゃん。泣かせるな。お前が泣かせる方向に持ってってんだろ。いや、そんな、持ってってないです。のんちゃん泣かないで。もう本当にマジで。お前、みこしも上がってないんだよ、お前。みこし。今、みこしじゃない。盆踊り。盆踊りってなんですか。今、のんちゃん泣いてんすよ。完全アイテム。のんちゃんワンワン泣いてる。どうでもいい、どうでもいい、ババアなんか。どうでもいい。なもう死ねばいいんだよ。うん。ねえ、盆踊りも上がってないんだよ、お前の配信。のんちゃん、ちょっと静かにして。のんちゃん、大きい声で泣かないで。うるせえ、話聞け。真面目に。はい。なあ。はい。盆踊りすら上がってない、お前なんか。配信者の風上にも向けねえ。お前配信者じゃねえ。のんちゃん、もっと大きい声で泣かないで。お前、マジうるせえんだよ。はい。ババア。うん。ババア泣いたって俺なんとも思わないし。いや、のんちゃん泣いてんすよ、今。もっと泣かそうかなって思うよ、俺。ぶっちゃけ。俺もっと泣かす。俺、あの、サゾだ、S だから、ド S だから。はい、うん。こうなっちゃうんですよ、ヒゲ剃ると。だから早く泣かせろよ。だからうるせえな。花火が欲しいのか、お前は。いや、花火のためじゃなくて、閲覧と。花火は欲しいだろ。はい。もう花火だけは、もう花火だけ、ヒゲだけは勘弁してください、本当に。だからやれよ。のんちゃん泣いてんすよ。神聖和道になれよ。のんちゃんワンワン泣いてるんすよ。お前は今神聖和道になる時が来た。いよいよ聞いてください。のんちゃん泣いてますよ。いや、うるせえな。もっと泣かせろよ。ババアが泣いたところで何とも思わない。のんちゃんワンワン泣いてるじゃないですか。じゃあもっと泣かそうか。もっと泣かしてやろうか。ね、うるせえ、早くそれな。俺は付き合ってやってんだよ、お前のつまんねえ配信に。もう聞こえてるから十分。でも聞こえてるけど何とも思わない。何とも思わないですか、この。思う、ね、思うわけねえじゃん。こんな可愛い女の子泣いてんすよ。ババアが泣いたって。こんな可愛い、こんな痛いけな女性。可愛くねえよ。可愛い女の子泣かせてるんすよ。もう勘弁してくださいよ。お前、ウルトラマンのダダそっくりな女が泣いた。こんな可愛くて、こんな可愛い子いますか？いねえよ、お前。可愛くねえから。え？ 47 だろ。はい。可愛くねえよ。可愛いじゃないですか、モンちゃん。可愛くねえ。ウルトラマンのダダそっくりだから可愛くない。いや、勘弁してください。気持ち悪い、逆に、うん。配信者誰だよ。のんちゃんもう泣かなくていいよ。ストップ。うん、配信者誰。はい。配信者誰。配信者誰ってなんですか。その部屋で。その部屋の配信者誰。僕とのんちゃんっす。違うだろ、お前だろ。あ、のんちゃんも配信始めました、最近。いや、知らない。だから、お前が今、まあまあまあ、まあまあ、そうですね。僕の枠ですね。あ、そう。じゃあ、リスナーまた裏切り続けんな、そうやって。まあ、別にいいけど。まあ、お前は荒野より下になっていくわけだよ。荒野にも抜かれて。いや、もうヒゲありきなんだよ。ロンタリにも抜かれて。いや、ヒゲはどうでもいい。もう、もういい。もういいっすか。お前の配信に対する意気込みってそんなもんなんだな。はい、下になんかプロフィールに偉そうなこと書いてるけど。はい。な、これ消せ、はい、全部。な、うん。お前もう配信者語る資格はない。はい。その時点で。はい、俺は何でもやったぞ、はい。配信のためなら。何やったんすか。じゃあ何やったんすか。うんこも食ったし。うんこ食ったんすか。正面も飲んだよ。え、マジですか。何だってやるよ、配信のためなら。うんこ食ったんすか。やれる子なら。真冬の海にも入ったのは。一緒に入りましたね。なあ。俺何でもやるぜ。またリスナー喜ばすためなら。しかも俺は昨日、リスナーの訃報を聞いたんだよ。訃報ですか、うん、死んじゃってんだよ。はい。
で、サメちゃんにありがとうって伝えといてって言われたって聞いて、はい、うん、俺はすごいもっとやってあげられたと思った、うん、もっと楽しませるべきだったと思った、うん、お前そういう後悔がしたいのか。したくないです。全力で走れ。したくないです、はい、全力で、はい、絶対したくないです。ヒゲなんていらねえから。ヒゲだけはもうヒゲの話終わったじゃないですか。終わってない。俺の意味は分かってない。俺のリスナーが死んだんだよ。はいはい、本当に今月に、はいな、はい、まあお前には俺の気持ちは分かんねえから。俺は配信本気でやってるから。お前みたいな遊びじゃねえから。はい、うん、ありがとうございました。本当にまあ一生間には分かんないよ。はい、お前みたいな詐欺師には。だとりあえずお前のイベントには300達成したら出てやるから。ありがとうございます。だからそれでもう付き合いは終わりね。え、当たり前だけど、お前は俺のことをね、はい、悪く言ってそれを謝る気もない。いや俺に対して、いや眉毛を食材する気がないんでしょ。だからお前言ってんじゃん、何回も眉毛を。だから俺は言ったじゃん、ヒゲって。はい、俺はでも眉毛で。でもお前は俺に対してそういう謝る気がないって俺は受け取った。悲しかった、すごい。俺は協力しようと思ったのに、お前に。お前は俺の心の傷をケアはしないんだなって。いや、眉毛でケアだ。だからもういいよいいよいいよ、もう俺は悲しかった、すごい。うん、あ、お前を信じた俺がバカだった。僕の眉毛は何だったんですか。ただ俺はちゃんとイベントはこなすから。ただもうそれからはもう終わり。いやそんなん嫌ですよ。だって俺はそこまでバカにしちゃって。だって水に流して仲直りするためのバカにすぎ、お前は。はい、うん、すごいバカにしてんの伝わんだよ。いや、バカにしちゃいます。だから分かんだよ。うん、だからお前は俺に対してそんな気持ちもないと。たかがヒゲ、そんなもんもそれない俺に対して。それでけじめもつけられないってことはもう無理だよ、それは。当たり前だろ。だからお前に対して誰もいないんだよ、人望がないんだよ、お前は。じゃあ、アイコとかこうね、ああいうゴミしかいないんだよ。じゃあ、ヒゲ剃ったら、ヒゲ剃ったら全部水に流してもらえるんですか。だ、流すって俺は言ってんじゃん。わかりました。で、なんで最初からそれを受け入れてくんないの。いや、俺を信じろって言ってんじゃん。はい、そう、用意していいですか。うん、はい。いや、用意してるもん何もあるでしょ、もうやっちゃう。いや、今、後ろに持ってっちゃったんで。あと30分だ。持ってってねえだろ、お前。いや、持ってってます。あの、オケないっす、今。じゃあ早くしろ。はい、はい、すいません。いや、俺の閲覧じゃないよ。俺別にそんな閲覧持ってない。500ぐらいしか持ってないもん、俺。のんちゃん、泣かないで。うるせえな、後ろのババア。ほんと、47よ、これ。ほんと、マジ、こういう女大嫌いなの。のんちゃん、泣かないでよ。のんちゃん、泣かないで。いや、知らない。のんちゃん、やめて。だから47なんだ。のんちゃん、やめて。泣かないで。別にヒゲなんか生えてくんじゃねえ。のんちゃん、のんちゃん、俺ヒゲ剃るよ。そういうことなんだ、結局。ねえ、泣かないで、のんちゃん。うるせえんだよ。のんちゃん、のんちゃん、大丈夫だから。また生えてくる。早くやれよ。のんちゃん、のんちゃん。うるせえ、早くやれ。なんで泣くの。大丈夫、ヒゲ生えてくる。ヒゲ生えてくるから大丈夫。なんで泣くの。のんちゃん、のんちゃん、大丈夫だから。怖くないよ、怖くない。違うよ。大丈夫。もう病気だよこれ。なんでここまで行くと。いや薬は入ってるだろうけど、もう病気、もうこういうのが楽しいと思ってんだから彼は。だからいつまでたってもこうやいかなんだ。だってもう寝てんだよ。泣いてる人間が今布団にくるまって寝たんだよ。もうさ見えてんだよ映像が。で泣くことでもないし、そもそも47のババアがこんなことやります。のんちゃんもいいよ。俺が泣かないでって言ったら泣いて。のんちゃん泣かないでって言ったら泣いて、うん、いいからもう。もう病気でしょこれ。合図出したら恐怖感じるよねこんなんね。合図出したらいいよ、ね、マジ楽しくないもんね、うん、一ミリも。こうや以下でしょやってること。本当にこれが面白いと思ってんだろ自分で。病気ですよ病気。だつまんないから、そういうネタいらないからね、つまんないんだよお前のネタ。なんでヘッドホンすんのかしねえのかはっきりしろよ。こういうとこ嫌い。演技だ演技、全部 100% 演技。こいつらに真実。あれバスタオルどこ。あ、もちろんもう落ちちゃった。でも忘れるとは言ってないけどね。あ、そうだね、食べに行こう飯。ありがとう。ね、てかヒゲある男とかマジ不潔なんだよ。俺ヒゲ生えないからさ、もう本当に全然。ね、うわ後ろから覗いてんのよ、のりこ。気持ち悪くない？すごい。
キモくない後ろマジで怖くないこれ怖くない後ろにいるんだよ、これ覗いてんだよ、覗いてんだよみんなのことを。のりこは君たちを見ている。お分かりいただけただろうか。部屋の右側から覗き込む高齢の女性の霊みたいなね。これ見てんだよ、見てんだよお前らのこと。キモくない？マジで。これほんとキモくない？マジで。ちょっと鳥肌立つ。サメ島さん、痛いっす。うるせえ話しかけんな。知らねえやバーカ。だ当たり前じゃんね。シェービングクリーム塗ってない痛いに。あ、塗ってます塗ってます。長いんすよヒゲは。うるせえな早くしろよ。後ろから覗いてんだ、気持ち悪いよな。あれ47だよ。あいこと同じじゃん。全然反れてないじゃん。これ何分かかんのこれ。ねえ。って。ね、うん、いや、ウィーンじゃ揃れない、これ。ハサミで短くしないと揃れない。そうなんですよ。バリカン入れないと。シェーバー。そう。はい、ハサミとかね、もう短くしてからシェーバーとか、カミソリじゃないと。長いまんま無理だよ、そんなの。ほら、花火上がってんじゃん、ヒゲ剃ったら。ファンタスティックだよ、しかも。おい。お礼言えよ、お前。あ、ありがとうございます。花火ありがとうございます。ほら、ヒゲ剃ったらあげるっつって信じろよ、リスナーのこと。もみあげもすか？じゃあ、障害で売ったらいいじゃん、ユミ。もみあげもすか？え？もみあげもすか、ここ。当たり前じゃん。はい。やれよ、全部。そんな中途半端なのに残す必要ないでしょ。これくらいですか？すっきりしないよ、うん。下から上の方がいいらしいよ。下から上ですか？こうすか？うん、あ、そうやね。毛の、いや、下から下から。違う。ん？あそこは剃れんだ、綺麗に。下から上。そう、そういうこと、そういうこと。あ、でも、恐れてる、恐れてる。まあ、上からの方がいいな。上から、そこは。そうですね。全然違うじゃん、お前、ほんとに。もう、これ見ただけでもさ、なんか、うん、眉毛ないのがちょっと痛いな。いや、眉毛剃ったのは、和道のあれでしょ？俺は別に眉毛剃るとは言ってない。俺、絶対いいじゃんね、こっちの方が。眉毛ないけど。動画だよね。まあ眉毛ないのは痛いけど、うん、まあ髪はいいよ別にどうでも。お、後ろのババまだ覗いてんぞ。なんであれ指の隙間から見てんの。普通に見ればいいじゃん。あのババ何、気持ち悪いんだけど。後ろのババが気になってさ、さっきからなんか指の隙間から見てんのこっち。しかも動かないっていうね。引っかかって、キモくない？マジで。まあそれは痛いよな。で、あのね、カミソリ負けするんですよ。ほんとここまで拷問になると。で、うん、のりこばば見てるよまだ。怖くない？ねえ、なんで指の隙間から見るの？怖いのかな？お前が怖いよ逆に。こっちから言わせりゃ普通に見ればいいじゃんね、普通にね。うん、まあ、47だからしょうがないね、ブリッコのやり方。47って言ったらああいうこと一緒だよ。あいつらが高校卒業する頃にちょうど多分俺たち生まれてた。やめてください坂島さん。のんちゃん、え、何が、のんちゃんあえぐときうっふーんって言うんすよ。聞いてないから、すいません。興味ないし。やっぱいいよね、ヒゲ剃った方がね。絶対リスナーさん、ヒゲない方がいいよね絶対。で、まあもうちょっと綺麗に剃れば、やばいいよ。絶対ヒゲない方がいいよね。絶対女の人からはその方が評判はいいはず、うん、お前のヒゲほんと気持ち悪いもん、金玉みたいで。うわすごい、ボンボン、ありがとうございますソッさん。お前言ったじゃん、あ、もうこれでも全然水流す約束通り。もちろん男に濁わねえんだ。眉毛もいいんじゃない、なくて。だお前毛深いんだな。そうなんですよ、拷問なんですよ。気持ち悪いなマジで。こっちの方がいいよね。みこしってかね、これ盆踊りって言うんだよ。おかしいよね、盆踊りってさアイテムじゃないじゃん。
アイテムってか1個って数えないじゃん。上もなんか土地狂ったんだろうね。清潔感あるもんね、絶対こっちの方がいいよね。まあ、眉毛ないのはな、まあ自分で剃ってるからな、自分でな、うん、ヒゲない方が絶対いいよ、100%。ファッションはね、こいつはもう絶望的だから言うことないです。こっちの方がいいよね、絶対ね。ねえ、絶対俺ヒゲない方がいいと思った。どんなファッションがいいか、まあ、島村でいいんじゃない。俺がファッションは語れない。洗ってきてもいいですか。いいよ、ありがとうございます。うん、それは洗ってきないよ、なんか汚いから。じゃあ絶対こっちの若返ったよね、4つぐらい若返ったよ、実際問題。うん、俺のファッションセンス絶望的だから。うん、で和道のねファッションセンスも、だってあのワシのなんかネックレス見ました。あんなクレオパトラぐらいだよ、つけてんの。あんなダッサい、なんかシルバーかなんかわかんないけど。言えない方がいいよね、絶対いいよね。幽霊消えたね。お分かりいただけただろうか。この部屋に以前住んでいた40代の女性の霊が隙間から覗いていたの。みたいな。いや、絶対クレオパトラぐらいでしょ。クレオパトラとかさ、なんかエジプトのさ、なんか、そういう、なんかツタンカーメンとかさ。うん、あんなゴテゴテなのつけないでしょ。うん、絶対。いや、もういいよ、もういいよ。もう俺飯食いに行くし、これから。なんでこんな和道ごときにこんな時代。でも、おいちゃんは絶対無理ですから。おい、ババア来たぞ。おいちゃん絶対イベント出てくんないし。まあ、しょうがないね。だからもう最悪さらってこいと。だから最悪っていうか、もうさらってくる前提だよね。うん、まあもちろん、だから旅期間ね、もうね、和道に代わってね、和道のリスナーさんにね、ほんと申し訳ないよ。だから俺がこうやって言ってやらせますので、ね、応援してあげてください。このバカを。ね。で、もう甘やかさない。リスナーさん。絶対。甘やかすことは、配信者にとって何の利益にもなんないので、ね、あ、疲れたなって言っても、あと5キロ歩きましょうと。ね。雨が降っても、うん、濡れたらお風呂入りゃいいからみたいな、うん、そのね、もう甘やかしが一番いけないので、こちらもごめんなさいね、暴言吐いて。でも和道旅団はね、みんなブロック入れてるんで、僕本赤で、本赤っていうか今ログアウト状態で、まあこいつもブロック入れてるんで見れないん で多分俺もブロック入れられてるんだと思う、こいつに。うん、そう、甘やかしちゃダメです。まあね、まあ和道にはね頑張ってほしいので、うん、はい。だからね、もうみんなぜひね、もう3ヶ月、10月の末まで諦めると思うんで、こいつは絶対すぐ弱音を吐くと思うんで、だからその時には、いや、お前約束だろと。で、リスナーの見たいものを正直に言いましょう。おいちゃんの雑談のそういうイベントなら、もう金払ってでも行くよ、みたいな。ごめんなさい、解除する気はないんで、旅団はね。はい。うん。仲直りはしません。はい。ねちねち言い続けますけど。はい。だからね、うなちゃんが来るんだったら、俺もイベントまで足運ぶよ、みたいな感じで、こいつを叱咤激励してやってくださいよ。うん。ね。じゃあもうこれで、まあ、申請和道ということでね。はい。まあ、詐欺師には変わりないんですけど、結局。アイテムも投げちゃいけませんよ。絶対。ね。うん、こいつパチンコ行っちゃうんで。うん、まあ、とりあえずね、まあ、2ヶ月半あるので、時間は。うん。神回見たい。まあでもね、妻にはお前忘れねえからな、愛知県で俺のこと警察に言ったこと。お前ストーカーするなって怒られたんだからな、電話で。隙間取り行為やめなさいとか言われて、愛知県警に。携帯に、豊橋警察かなんかから電話来て、帰りに。あなたねって、ゆかちゃんにね、つけ回してんでしょとか言われたら、いや、初めてですよ、今回って言ったら。何回もやってんの聞いてんだよ、本人からとか言うから。いや、初めてですよ、今回って。しかも、リアと妻ちやってるから、別につけ回してるわけじゃない。なんか、まあ、つきまとってはないですよって言ったら、次は逮捕するよって言われて、もう大変でしたよ。本当やってもいないストーカー扱いですよ。ほんと。だって、妻にゃんが自転車でさ、リアと妻ちやってるからさ、追いかけ回しただけなのに。いや、とんでもない。和道の旅企画は終わってませんからね。はい、ええー、じゃねえよ。戻りました。はい、お帰り。やば、お前違うよ、雰囲気。ひげなくなってどうっすか。絶対いい。もうみんな好評、好評。だから青ひげで恥ずかしいんすよ。いやだからそれは関係ないって。
うん、だからってヒゲ生えてる方が恥ずかしいよ、余計。はい、うん、俺なんか逆にはヒゲ生えなくて恥ずかしいんだから。はい。あ、いや、鮫島さんヒゲないの羨ましいですか。ヒゲ生えないもん俺、全然、はい、毛根がない。顔立ち的にヒゲない方がいいじゃないですか。いや、俺はヒゲが欲しかった、うん、青くなりたいんだよ。はい、だから俺も全然違うもん、印象、うん、本当に、本当に今でこそマリリン・マンソン。はい。今。はい。逆に。はい。あ、いいじゃん。すごいなんか。いや、もう全然インテリ。だ、お前は明日から頑張れよ。はい、頑張れます。絶対やれよ。お前、弱音吐くなよ。はい。マジで。大阪歩いて死ぬまでやれよ。はい、うん。どうせ人間死なねえから、そんな簡単に。はい。な、はい、だからこれでお前のイベントの本気度も伝わったし、俺には、はい、で、あとはもう やりとまあできなくてもね、おいちゃんに対して、はい、いろんなアクションしたら俺はそれを見てるから、はい、お前のその本気度を見る、はい、ただ300人達成したからって諦めんなよお前。そこで、はい、じゃあおいちゃん口説かなくていいやっておざなりになったら俺出ないからね、当たり前だけど、はい、お前の本気度を試してんだから今、はい、うん、もちろん250人でもいいよ。ああ300人届かなかったけど、お前が本気でやったら俺は出るよ。はい、あくまで目安だよ、はい、300ってのは、はい、うん、それに向けてお前はどういう姿勢を見せてくれるのか。あと2ヶ月半、11月1日まで、はい、10月の末まで、はい、時間が十分にある。お前はどれだけ俺を口説きたいのか、おいちゃんを口説きたいのか、はい、リスナーも見てんだよお前のこと、はい、全部、はい、だったらやれ。わかりました、十分時間あんだから、はい、信用取り戻せお前は。はい、今信頼がないんだからお前には、はい、君にも、はい、頑張りますな。そうすればいろんなにね配信者がお前に声かけるよ、はい、俺も出たいよって、はい、みんな、うん、お前から声かけんじゃねえんだよ、はい、待つんだよ。だそのためにお前は口説かなきゃいけない人間がいるんだよ。はいな、はい、じゃあ本気でやれよ、はい、当たって砕けろよ、はい、マジで、はい、だ本当にお前の態度によっては俺は本当に出ないからね。は、分かってます、はい、それ分かってるよね。分かってます、はい、500達成してもお前の態度によっては出ないよ本当に。はい、分かりました。100で150でも出るよ、はい、お前の態度によっては。はい、うん、はい、ね、はい、そう、はい、そう、はい、だもうユイガには断れ。今俺切るからユイガには断りの LINE 入れろ。あ、ていうかユイガさん確定してないっす。そう、だからいいよもう、はい、ごめんなさいユイガさん今回なかったことでって。はい、うん、話したんだろ、声かけたんだろ。はい、じゃ一応断れ。はい、うん、鮫島さんが出てくれそうなのでって。はい、俺はそれ配信で見てるから今。はい、切った後。はい、じゃあな。はい、ありがとうございました。ああ疲れた。いや、先輩に電話してお疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと一服させてください。バカありがとうございます。あ、LINE 読んでおきます。すいません。あ、その前に先にヒカルくんにちょっと電話させて。先に電話来てたから。ヒカルくんに電話させて。あ、今。ん？ LINE 切ったっけ、俺。ん？どうなってんだ。先にユイガさんか。いや、頑張んねえとな、マジで。300人か。300人、いけっかな。花火ありがとうございます。いや、カツ入れられたわ、鮫島さんに。ゆいがさんに電話します。うん、ゆいがさんに電話します。
優雅さん出ないな。優雅さん出ないですね。うん、じゃあ光くんに電話します。出ないな。光くん繋がんないですね。メッセージ入れとくか。うん。うん。こんな感じか。うん。うん。弟？お疲れ様です。便所さんが話したいことあるみたい。本当に？あ、便所さんに話、全然電話しますよ、僕。え、便所さん、いつ電話すればいいのかな？ヒカルくん配信してる？ヒカルくん電話つながんなかったよ。便所さん、うん。ん？便所さん全然話したいですけど、便所さん、いつ出てもらえ、いつかければいいんだろう。マイメロさん、便所さん話したいことがあるみたい。あ、便所さん今電話すればいいんですかね。あ、便所さん電話すればいいですか。 OK です。便所さん電話します。了解です。便所さん繋がんないかな。便所さん繋がんないね。便所さん繋がんなかった。飽きた。ちょっと待って。あ、バグってんな。あ、お疲れ様です。ワドです。お疲れ様です。すいません。なんかもうごったごたで、どうなってんの？大丈夫？まあ、うん、ダメですね。いろいろと。もう、心折れそうです、うん、本当に毎日毎日。いや、びっくりして、だってさ、はい。箱がね、はい。箱の、はい。なんだっけ、ロフトプラスワンがさ、聞いてないですよ、みたいなの一本来てたじゃん。あ、そうですね、公式の方から。うん、一応、担当さんには問い合わせたのは、いや、取ってはないです。11月25日。取ってはないです。担当さんとはお話しさせていただいたのは本当なんですけど、あそこって箱、ガリができないんですよ、まんまが。普通箱って、箱レンタル、箱そのものをレンタルっていうのがあるじゃないですか。うん。それがなくて、一日店長っていうシステムなんですね。なので、企画とブッキングが固まってから提案をして借りるっていうスタイルなんですね。で、チケットがさばけなかったら、じゃあ、日にち発表してダメじゃん、まだ。あ、そうなんですよ、そうなんですよ。なので、借りられるか分かんないけど、あ、いや、そこは、もう担当の人と空きは確認して、あと1週間後にお伺いしますっていうことは言ってたんですけど、僕が、その、スタッフさんに、まだ発表しないでっていうことを言わないで、新八さんが気利かせで、巻いちゃってっていうトラブルなんで、自分の、伝達不足ですね。ああ、そういうこと。はい。そういう状態。何年前に剃ったの？いや、ヒゲを守りたくて。ああ、ヒゲは剃りたくないから。そうですね。結局両方失いました。ね、誰を呼ぶの？ですね、鮫島さんは、明日からリア凸の旅に出て、約束守って、10月1日までに300人達成したら出てやるっていう。10月1日とか9月末だよ。あ、違います。ごめんなさい。10月末までです。10月末まで、はい、約 2ヶ月半、はい、2ヶ月ちょいか。
そうです。で、残り200人弱。そうです。でですね、今決まってるのが、新八丁テルチャンピン、みやびくん、どれさん、続いて、チャレンジャーっていう、前回の企画とは変わりまして、チャレンジするって感じなんですけど、こうや、海宝、バブー達彦、アメリカ人中西マン、アキラッパー、ジェダイ、カッシーニ、トムソーヤ、池上ですね。あと、アイコさん。なんか、あれね、すごいな。はい。あのさ、はい。そのリアトツは、はい。延べ人数は？リアトツの今、トータル人数が118名です。でしょ？延べは、それとも、一回リアトツ来た人は次来てもカウントしない？しないです。なので、全員118人、まっさらで会ってます。なるほど。はい、メンバーがさで今審査員が3人必要なんですけど、うんうんうん、声かけてくれたやつでしょ。はい。でその鮫島さんに審査員のポジションにお願いしようと思っていて、うん、300人明日から頑張るっていうのと、あと、うん、便所さんにお願いをしているっていうような段階で、で正直言うと、うん、もう 2,3 人大手さんが決まらないとロフトプラスワンにその提案ができないっていう状態なんですよ。提案ができない。要は企画は通らない可能性があるっていうか、だからなるべくそのあとでもね、その思うんだけど、はい、俺もそうだし、多分サメちゃんとかもそうだけど、はい、多分その小物ばっか集めてところに出るかっつったら、はい、めんどくせえ。まあそうですよね。逆にね、そうですよね、はい、うん、っていうのがある。まあでも僕自体が小物っていうのがまず前提にあるので、まあでも歴は長いわけじゃん、はい、なんかそうですね、5年目に入りました。でしょ、俺より長いんだから。あ、俺も5年目かしら。あ、そうですね、同じぐらいの時期ですね。だからやっぱりね、その、はい、これっていうね、なんかカードじゃないけどさ、あった方がいいかなと思って。僕はそれが鮫島さんとかその便所さんだっていうのがあるんですけど、その若手からするとまあドレさんとか深夜所にバトルを仕掛けられて、さらにその判定員としてあそこ良かったよとか言える立場の人がその審査員っていうポジションについていただきたいと思ってます。はい、なるほどね。はい。で3000円だっけ、2000円だっけ。あ、値段はそのギャラ交渉とかで、うん、結構やっぱり思ってたより張っちゃうんで、ちょっとまだ非公開ということで下げさせていただきました、うん、値段は。下げるの？あ、今未公開未定っていうことで、ちょっと値段のこともメンツが決まってから、うん、そのやっぱり深夜長とかもイベント慣れてるし、その決まったメンバーで、俺は今段階で出るとも出ないとも言わない。じゃあ出ると固まった時点で答えを出そうかなと思って、はい。で今自分の頭の中で決めてるのは一律料金で、その、うん、まあ2号なのか3号まで上がっちゃうのかっていうところで、うん、まあそれくらいに抑えて、そのトークイベントやってなるべく数さばくっていう形で考えてます。でもね、トークイベントで3号は高いからね、はい、そうですね、高いですね。捨て頃の、はい、チケットだってアマチュアの大会からしたら高かったんだから。そうですね。すげえバッシング食らったんだよ。はい。それでもやっぱりさ、やっぱりその内容はね、見に行きたいって人が いっぱいいてくれたからさ、はい。来てくれたから、やっぱりその、はい、高くても見に行きたいって思えるような、その、はい、内容の方をちょっとよろしくお願いします。はい、あと、その鮫島さんから、一つ言われたのが、まあ、ひげ剃って前でも剃ったから、せいや見たと。で、300人は俺の条件だけど、うん、大阪に歩いて行って、残りの期間、うん、要はその例えばベンジョスアローさんが出ていただけるってなったら、うん、僕ロフトプラスワンに企画投げて箱を確定させられるじゃないですか、うん、鮫島さんとか決まったら、はいはい、そしたらもうそれ以外の期間はうん、うなちゃんまを口説くだけに大阪に歩いて迎えって言われたんですよ。それが鮫島さんの条件なんですね。だから僕としては分かった、はい、ベンジョスさんにもう、じゃあ分かった、じゃあ俺は、はい、その俺の条件はだからそのサムちゃんがね、はい、大阪に、まあ、うなちゃまを口説きに行けと。はい。だから、うなちゃまを
誘うんだよね。そうです。それで時間がないのと、そのブッキングする時間とかもう詰めてロフトさんに投げて、うん、もうそのなんていうんですか、リアト300人とうなちゃまお願いしますっていう歩く大阪に向かう旅っていうのを、うん、で今頭パンクして大阪に向かうだけじゃなくて、うなちゃまをそのイベントに呼びたいってこと。そうです。延長します、相手もお願いします、延長します、相手もお願いします。そうです。じゃあ分かった、はい、じゃあうなちゃまを口説き落としたら出る。いや、ちょっと待ってください。あの、うなちゃんマン口説き落としたら出るだと、要は、その、ロフトさんに投げられないんですよ。あの、力貸してください、本当に、弁当さん。あの、いや、お願いします、本当に。あの、それだと、もう、ゴテゴテで、そもそも発行。お願いします。弁当さん、お願いします。サメちゃんは、はい、サメちゃんはその300人と、はい、うなちゃんマンを口説き落とす。あ、いや、うなちゃんマンを口説く誠意は見せろと。ただ、なかなかあの、落ちたまま落ちないと、ね。俺は300人達成すれば出てやると。うん、ただ、諦めんなよっていう。俺が出てやるんだから、ちゃんマンを呼び出せっていうのが、サブ条件というか、うん、誠意を見せ続けろっていう、うん。それがリスナーさんに伝わるからって。はい。だから、はい。はい。箱をとりあえず、押さえて、日にちを確定して、はい。その条件が、あと大手さんを、もう一人。それはロフトの人に言われたの？いや、なんていうんですかね、そのイベント自体が企画とメンツが決まんないと、チケットをある程度担保するっていうか、このメンバーならある程度売れるねっていうのを示さないと、許可をやっぱり出さないじゃないですか。箱貸しをしてないんで。店が、そのなんていうんですかね、運営。いやだからそれも一緒なんだって。例えば一日店長的なね、うん、はい、一日店長的なものをやりますよ。はい。でインターネット配信者を集めて、はい、こういうトークイベントやります。はい、誰が来るかは今はこの人は確定で決まってますけども、はい、プラスアルファで今交渉中ですという企画提案をします。あ、便所太郎さんとか鮫島さんがもしかしたら来るかもしれませんっていうこと。はい、今この人に声をかけてますっていう人と、はい、この人と話してこういう条件で出てくれるっていう人がこの人ですと、はい、で確定してるのがさっき言った、はい、その若手のメンバーでこれぐらいいますよみたいな。はい、はい、でやっぱりね、はい、でその箱イベントって 赤になるかもしれない。正直もう本当に厳しいですね。いやでもその覚悟、その覚悟を持って箱を借りるんだよ。その一日提案を出すというのも、そうですね。あの、もしかしたら借りることができないでしょ。もしかしたら、その、はい、大手配信者が来てくれないかもしれない、はい、来てくれなかったらチケットをあまりさばけないかもしれないっていう、はい、ね、恐怖と毎晩寝るんだ。そうですね、はい、うん、頑張ってください。はい、あ、難しいですか。はい、うん、大丈夫よ。はい、うん、俺はあとは和道のね、その頑張ってる姿を見て答える。はい、わかりました。おいっす。はい。ありがとうございます。ね、はい、じゃあ明日から何だっけ、明日から旅出るんだっけ。いや、明日旅に出るんですけど、箱押さえてないで旅に出ちゃうと、うん、結局、鮫島さん出るって言っても、箱押さえてないんで、だから、どうしたらいいか。違うんだって、違うんだって。はい、箱押さえてないで出るんじゃなくて、ね、じゃあ、その旅して頑張ってる姿を見て、はい、じゃあ出ようかなとかさ。はい、ワード頑張ってから俺も出てやろうかなって人もいるだろうし、はい、応援しようかなって思う人もいるわけじゃん。はい、で例えば企画提案するためにするときにもさ、はい、この人を呼ぶために僕が歩いて、はい、どこどこまで行きましたとかっていうアピールもできるわけじゃん。はい、うん、うん、はい、だったらその企画提案を箱を押さえてからやるんじゃなくて、はい、ある程度そのやってからの方がいいんじゃない。あ、なるほど。箱、要は日付が、うん、スケジュールが2月とか3月になってもいいから、その、うん、っていうことですか。いや、だから、その、リアドット旅に出るわけじゃん。そうですね。で、その途中、なんか、その、企画提案、その企画提案っていうのはいつ出すやつや。人気の箱なんで、早めに、もう1週間以内ぐらいにで、うん、連絡もらえれば11月25日開けられると思いますっていうふうに。だから別に今日電話してさ、今日行って、はい、そこ開けといてもらって、開けといてもらうだけ開けといてもらって、で今現在はこれだけの
メンバーが揃ってますと、はい、こういう内容でやるよねですと、で、はい、こういう大手配信者にも声をかけてますと、はい、その人に出てもらうために僕は明日からリアドズのために出てってこういうことをやるんですよっていうのを言っても、あ、なるほど、明日からこうするべきだと、はい、わかりました。ちょっと腰が重いと思う、はい、本気でそれが11月25日にやりたいんだったら、はい、もう今日から動き出さないと。そうですね、わかりました、うん、はい、頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。はい、失礼します。失礼します。失礼します。次役いきます。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。あ、つばにゃんさん連絡ください。プロフィール欄に LINE 書いてあるので連絡ください。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。